えー、来年3月ぐらいから留学を考えているものです。海外の大学に行くか、コープに行くか悩んでいます。将来起業したいんですが、どちらに行けばいいでしょうかコープって生協のこと生協に就職するってことですかあの、海外の大学に行った方がいいんじゃないかと思いますけど、これ僕間違ってます ?CO4P って何の略 えー、自分を片親で育ちました父親から養育費をもらっていなかったこともあり、父親が死んだら遺産の相続をしたいのですが、父親の資産がどれぐらいあるか調べることは可能でしょうか新しい奥さんがいるためあったとしても隠されるような気がします。隠されないように今からできる準備があれば教えていただきたいです。えっと、まあ、郵便物がある程度見れれば、あの、どういう土地を持っているかわかるんですよね。で、その、 土地を持ってるのが分かれば、まあ、路線価だったりとかで、あの、ど、これぐらいの金額の土地だよね、とかって分かったりするんですけど、ただ、あの、えっ、ー、と、銀行の、どの銀行に口座があるかを調べられることは可能なんですけど、その金額までを調べるのは合法な形ではちょっと難しいですね。なので、あの、こっそり忍び込んで、通帳を、あの、なんとか、あの、見るとか、あと、その、通帳の再発行を勝手にやらせちゃうっていう点もありますけどね。 あの、要はその銀行のキャッシュカードと通帳を紛失しましたっていうのを銀行に電話して、で、生年月日とか言うと、あ、なくなったんですね。じゃあ再送しますみたいになったりするので、で、そこで再送されるタイミングでその郵便受けから奪い取って、通帳を記入すると割と金額返ったりするので。なので、そういう感じでその通帳をあのブロックするみたいなのは、あの、法律的にはかなり微妙だと思うんですけど、家族だったら違法にはならないんじゃないかなと思うんですけど、 現在、暇を持て余しているので、アフィリエイトブログを始めようと思っています。えー、過去、インターン先で100均やコンビニ商品の千2文字の記事制作を敷いた経験があるため、商品購入が安く済む100均紹介のブログにしようと検討中。百均ブログが今更始めてもレッドオーシャンで収益が厳しいですかはい。また他におすすめのジャンルや始め方あればご教授お願いします。現在、就活を終え、卒業要件、単位取得完了、バイト収入さんのスケジュール間の大学4年生、女性です。また、あの、2つ方法論があって、その、 誰もやってないものをやって、なで、そこがこう、あの、なんか世間的に誰も気づいてないから、あの、一気にこう、お客さんが取れてお幸せっていうパターンと、あとその、すでに儲かってるところだから、やると、それなりに人が来るよねっていうパターン。その、例えばじゃあ、その、えっ、ー、と、僕の知り合いで死んだ魚目をしてる性格のないヒゲオヤジっていう人なんですけど、じゃあその、ヒゲオヤジの動画切り抜きっていうのをやってるチャンネルって多分ないと思うんですけど、 で、それをやりましたなので、史上初ですって言っても、あの、その死んだ坂上しとデブの性格のなるおっさんの動画見たいっていう人あんまりいないので、多分史上初なんだけど、再生数の伸びないで、ほぼ意味ない状態で終わるんですよ。で、逆にその、あの、メンタリスト DAIGO さんとかって、あの、切り抜きいっぱいやってる人いるんですけど、でもそれはそれでみんな儲かってるので、じゃあその、 すでに儲かってるっていうのが分かる市場に行った方が、それなりにもう収益が、まああの、これぐらい伸びたら収益がこれぐらい増えるよねとか、まああの、こういうやり方したらこうやって伸びるよね、みたいなのがあると、その前にやってる人がいるので、それを真似するだけで結構いく、みたいなのがあったりするので、まあその全然ない市場を狙うのか、すでに市場があるところに突っ込んでって、そのうまくいった人を真似した方がいいのかっていうので、まあ2択になるんですけど、ただそれってそのセンスの問題なので、どっちが向いてるかとかって人によって違うんですよね。なので、 あの、やってみて、向いてる方でやればいいんじゃないかなと思いますけど、まあ、大学生ならどうせ暇だと思うので。 えー、一昔前よくスパチャをしていたものです。地味な活動をしていたところ、アベマプライムという番組に呼ばれました。その回のゲストというか MC の方にあなたのやってることは時間の無駄と思れましたが、めげずに活動したところ、チャンネル登録5万人を突破できました。ただ最近飲み悩んでいます。どうしても10万人を突破して銀の盾が届いたものまネで優秀の美を飾りたいです。どのようにすれば10万人達成できるでしょうか当たり前ですが、うんこを食う以外でお願いします。 ええと、たぶん、ま、あの、僕が言ったことが正しかったということで、あの、本当にその人気のある人のものモノマネをしてると、割と伸びたりするんですよね。あの、本田圭介さんのモノマネをやってる人って、やっぱりちゃんと伸びてたりするんですよ。で、なんかその、そんなに人気のない、なんか40過ぎたおっさんがビールを飲んでるモノマネとかしても、別にそんなもの見たかねえよっていう人がいるので、多分あの、ここが天井だと思います。 なので、あの、さっさと諦めて、あの、他の方向に行った方が、まだ伸びるんじゃないかなと思いますけども、はい。えっ、ー、と、ひろきさんこんばんは。人間は失敗する生き物であると思いますが、あ、太るって言っ手ありますね。うん、あの、こっから突然太って、なんか色黒になって、頭にタオルを巻いて、あの、気持ち悪い死んだ魚の目になるっていうパターンで、多少の笑いと一緒にチャンネル登録者数を増やすっていう手は、あるかもしれないですね。はい。 えー、人間は失敗する生き物であると思いますが、複数世代をまたいで似たような間違いを繰り返してしまうのはなぜでしょうかバカだから、えー。過去子供のような経験不足による間違いを除く。またどうすれば似たような誤りを繰り返さなくなる、減らしていくことができると思いますかできないが結論なんじゃないですかね。あの、えっと、頭のいい人って歴史に学ぶんですけど、頭の悪い人って自分の経験からしか学ばないので、あの、同じことを繰り返すすね。で、その、あの、 まあ僕、前にその、あんまりこの言葉遣い好きじゃないですけど、僕なんか、旧日本軍のようだなっていう言葉って、僕あんまり使うの好きじゃないですけど、一回ツイッターで使ったことあるんですよね。その、要はあの、もうこのまま進んだら失敗するっていうのが分かってる状態でも、その、自分たちで止めると、止めた責任っていうのが発生してしまうので、止めないでそのまま突っ込むっていうのを、あの、 オリンピックを開催する、なんか東の方にある国でやってんのを見たんですよね。で、そのなんかあの観客入れるとかって言っといて、そのなんかコロナの感染者数がどんどん増えてって、いや、やっぱ観客入れられないわって言ってみたりとか、で、そのなんかあの、じゃあそのスポンサー降りるって言い出したりとか、じゃあなんかあの聖火ランナーやるわってってなんかあのいろんなパレードみたいなのやってみたら、やっぱりそのなんか良くないからやめるわって言ってみたりとか、 で、なんかその、なんかあの、開会式の演出とかで、そのなんか障害者いじめる人が出てきたとか、なんかホロコーストをやりする人が出てきたとか、いろいろあるんですけど、っていう感じで、その、そもそろも論、これ、やり方間違ってたよねっていうので、こうした方がいいよねっていうのが言えないまま進んでるし、誰も責任取らないから、そのまま進んでいくっていう状態が、その、2021年になっても同じことやってるんですよね。 なので、やっぱ頭の悪い人っていうのが一定の割合でいて、その同じようなことを繰り返すっていうのはそういうことなのかなと思うんですよね。あの、なんか、羽田空港の旅客数が満席だったらしいんですよ。では、その、あの、コロナウイルス、まあ、デルタ株が割と東京でも出回ってるんですけど、で、東京で1日1000人以上の感染者が出てますっていう状態で、で、日本の場合って、あその東京の場合って病院がいっぱいあるので、 その、ある程度その重篤化したとしても結構医療体制があの、分厚いのでなんとかなるんですけど、で、羽田に行ってた人たちがこれから地方に行くんですよ。で、地方に行くとその地方でそのウイルスをばらまくんですけど、そこのウイルスを受け取った人たちが許容できる病院は地方はなかったりするんですよ。っていうのがあって、多分その、まあ、ここからお盆あたりまでにずっとその地方で感染を広げてって、 で、9月ぐらいにその日本中の病院でやべえやってなると思うんですよね。あの、去年の段階で札幌がやばいってなったと思うんですけど、多分あんな感じのことが日本中で起こるんじゃないかなと思いますけど。はい。で、あの、こうなるよっていうのって、割とその、あの、 その8割おじさんって言われるあの髪の毛2割ぐらいしか残ってないおじさんとかも言ってたりするんですけど、ないうので割とそのあの、まあ、ウイルスの専門家だったり感染症の専門家だったりする人が、こうなりますよ、気をつけた方がいいですよっていうのはすでに言ってるんですよ。でもその日本政府っていうのが割とそれをまともにあの、まあ、受け止めなくて、まあ、好きにしたら、良好したら、みたいなことでやってて、まあ、去年だとあの、 なんか GoTo トラベルやったら、みたいなことをやったりするので。なので、まあ、あの、あんまり <laughs>、コメントでさ、1割しか残ってないぞっていう否定はさ、どうなの <laughs> あの、もっとあるよとか、そのなんか髪の毛のことを言うのは失礼だろっていう、その突っ込みを僕は期待してたんでさ、その、1割しか残ってないぞは、その、まあ反論ではあるんだけどさ、もっと失礼じゃん。<laughs> すいません。 で僕もあの、綺麗なことを言ってるという自覚はあるんですけど、そのアルコールが入ってるせいで面白いと思って言っちゃってるんですよね。本当すいません。はい。いや、申し訳ないなと思うんですけど、はい。あの、優秀な先生ですよね。京都大学で働いてらっしゃる。本当にあの、いい方だと思うんですけど、やっぱその、あの、7割おじさん、8割おじさんって言われてる頃から、その髪の毛がだんだん減ってるじゃないですか。だかあの人ね、多分、最初にメディアに出た時にね、もうちょっと髪の毛あったと思うんですよ。で、その頃はね、7割おじさんって言ってたんですよ。 で、7割おじさんって言って髪の毛があった頃から、いつの間にか8割おじさんになってて、で、髪の毛若干減ってたんですよ。なので、やっぱその本当すいません。すみません。はい。この話題やめます。すいませんでした。すいませんでした。りりたすいませんでした。はい。すみませんでした。<laughs> いろんなところにすいませんでした。ね、えー、っと、29歳独身一人暮らし、貯金40万です。先日リボ払いで膨らんで100万を支払い終わりました。 えと毎月5万ほど貯金に回せそうなのですが、1は積み立 n i s に回すべきでしょうか。はい。あの、まあ、あの、貯金もあ、それなりにあったほうがいいと思うんですけど、あの、まあ、30万円ぐらい貯金が、あ、そか今40万とか、40万あれば1か月ぐらい、あの、仕事しなくても食えるっていうのがあると思うので、なので、あの積み立 n i s にしとくと、積み立 n i s でいった利益って、税金取られなかったりするので、 なので、あの、とりあえず積みてにさ、積立 NISA マックスまで持ってった方が、変に貯金するには全然いいんじゃないかなと思いますけど。その、若いうちの貯金って、その、あの、いざという時のお金っていうのは多分3、40万ぐらいで、基本的にはその、老後に残すための貯金だと思うんですよね。なので、あの、積み立 NISA だったり、入れ子だったりっていうのが、その、あの税制優遇されてるので、なので、そこら辺、あの、早めにマックスで使った方がいいんじゃないかなと思いますけども。 えー、私は早く両親を亡くし、養護施設で7年間過ごしてきた25歳です。施設にパソコンから活動、とても嬉しかったです。ありがとうございます。私は発達プラス精神障害があり、見た目も悪く、整形に1000万ほど使ってますが、口を開けば人から嫌われ、整形しただけの細工で人生終わりすぎてます。幼いこから自分で命の重視を打ちたいと思っていました。綺麗な花畑の中で安楽地をしたいのですが、どこの国でどう死ぬのがいいのか、お意見いただきたいです。ススイスオランでですっ、えーね、福島であのトルコ企業を作っ ているる人のの話を前にもしたことあるとああ思うんですけどあの花育ててるだけで年収1,000万ぐらいいくらしいんですよね。そのまああのあのる程度の土地の広さとあとトルコ肥料を作ってるところはそんなにないみたいなので,んでなんかあの福島でトルコ肥料を作ってみたら結構儲かったよねみたいなことをあのアベノブライムで言ってるおばちゃんがいたんですけどなのであの花育てて売るだけですげえ儲かるので綺麗な花畑作ればいいんじゃないですか で、福島って、あの、土地めっちゃ余ってるんで、畑やりたいっすっていうのが、25歳の女の子が言えば、どうぞどうぞっていうので、あの、すげえ歓迎してくれると思うんですよ。あの、田舎って女の子いないんですよ。あの、本当に女の人いないんですよ。あの、その、田舎ってなんかその、まあ、もううち,の,ちの父親の実家が牧場なんですけど、その、要は、北海道の奥地で生活なんかしたくないって思うので、都会に行きたいっていうので、ある程度優秀な男女はどんどんいなくなっちゃうんですよ。 でも、その、ま、土地もあるし、今までの事業もあるので、じゃあその長男は縛り付けられるんですけど、でも、長男は縛り付けるけど、奥さんになる人がそもそもそんな田舎にいないんですよ。なので、実は結構お金があるんだけど、女の人いなくて困るっていう状態が、日本中の田舎であるので、なので、あの、25歳女っていうだけで、あの、田舎に行くとめちゃくちゃモテるんですよ。で、あの、花畑やりたいんだったら、あの、日本中花畑作っとかあります。 あの、ベトナム人の技術研究生とかが語れてるような、その九州とか四国でもあるんですけど、そんなところであの、25歳結婚したいですって言ったら、全然モテモテなので、なのであの、えっと、花畑技術研究生で、あの、検索してく、出てるような地域に、あの、役所とかに電話して、お花畑でバイ、アルバイトしたいんですって言ったら、あの、すぐに連絡来るので、そういう感じであの、お花畑で暮らすっていうのをやってみるといいんじゃないでしょうか。 えー、主婦が不要の範囲内で働くことどう思われますか全然いいんじゃないですか働きたいだけ働いてしまうと一番損してしまうくらいの収入になってしまうので、年収130万以内に抑えるように働いれています。でも本当はもっと働きたいです。玉くさん以前に学生時代に免除された年金も遡れるだけ遡って払った方がいいとおっしゃってましたが、主婦も多少損してでも扶養から外れて年金など自分で払った方が良いと思いますかい,いえ。あの、旦那さんが結構働いてる場合って、旦那さんに乗っかった方が得なんですよね。 なので、えっ、ー、と、僕がもしやるんだとすると、会社を作って会社の収入にしちゃって、個人の所得としては申告しないっていう形で、会社の口座にお金を貯めるようにします。 で、もしくは、あの、振込先とか、あの、なんか、兄弟だったりとか、自分の子供だったりとかっていうのを振込先に来てもらうみたいな感じで、不要から外れない方が得なんじゃないかなと思います。ただ、その、旦那さんが、あの、全然収入少ないですって人であれば、あの、年金自分で払った方がいいかもしれないですけど、まあ、多分、その、そこまで気にしてるのと、あと、こんなスパチャに5000円払えるっていう時点で、多分、お金それなりに持ってる人だと思うので、なので、あの、旦那さんの不要に乗っかってた方が得なんじゃないかなと思いますけども。 えー、300名規模の求人広告営業4年未経験入社1年後昇格し月給が23万から30万円年収が400万人一級を経て同職種フルタイム復帰しましたが9時18時で働いて残業できないため固定残業代45時間分10万円出ないと言われ年収240万人、えー、上記条件なのに先月月に合計1時間だけをしたんですが残業手当含まれておりませんでした これは違法ですか転職した方がいいですかえっと、あの、就業規約を一通り見て、労働基準監督署に一回相談した方がいいんじゃないかと思いますけども。はい。えー、現在、山本線内側の奥ークの購入を検討しています。広木さんが勝つとおっしゃっていた、日本は今後不動産額が下がる、例外お金持ち相手の不動産だけだ、を全面的に賛成しています。行き地はどのくらいだと思いますか町工場によく行かないくらいの物件に関してどう思われますかえっと、あの、物件のレア度に比例します。 例えばその、あのー、すげえ高級なマンション、その高級な部屋ばっかり作ってるマンションで、その1億の部屋が10個あって、ペントハウスは10億円みたいになっちゃうと、10億円の部屋はそれなりに上がると思うんですけど、1億の部屋はあんまり上がらない場合があるんですよね。なので、あの、行き地は金額で考えるよりもレアードだと思います。例えばその、あの、 5000万円だったとしても、ペントハウスでその建物の一番上であれば、その5000万円は結構得する場合もあるんですよね。なので、要はその、あの、一番上で、その、要はあの、えっと、すべての部屋ぶち抜きで、その、あの、なんか、作ることができる。で、そのエレベーターっていうのは、その一番上の階専用にすることが可能であるみたいなところだと、結構高く売れたりすることもあるので、なので、そのレア度で判断した方がいいんじゃないかなと思います。 えー、お世話になっております。音声の仕事をして、節税で法人化33歳男です。コロナ禍でありがたいことに仕事は増えてますが、手が足りず外注で何とか回してるんですが、外注費が高く、えー、いっそのこと社員を入れようと思ってるんですが、これまで一人でやってきたり、教育したり洗脳したりがうまくいかないが怖いです。えー、中途最後は皆さん私の会社は忙しすぎて嫌だそうです。ご意見をよろしくお願いします。えっと、あの、残念ながら多分、あの、外注を続けた方がいいと思いますよ。 その、要は、あの、雇った方が安く済むっていうふうに考えてると思うんですけど、あの、残念ながら、社員を雇った方が結果として高くつきますよ。要は、例えばその、社員がじゃあ、体壊しましたって言ったとしたら、仕事しないんだけど、給料を払い続けなきゃいけないんですよ。その、ま、体壊したんだから仕方ないよねと。だから仕事は頼めないよねと。でも、社員である限りは、基本的にはずっと給料出し続けなきゃいけないよねっていうのが、日本のルールなんですよ。 なので、その安い、その社員にした方が安いからっていう理由で人を雇うのは日本のルールの場合は間違いです。あの、まあ、アメリカみたいな国によっては、あの、人を雇ったとしても、あやっぱイランは切るわっていうのが切れたりする国もあるんですけど、フランスとか日本とかって、あの、人を切るのがもめちゃめちゃ難しい国なので、例えばじゃあその人を雇いました。で、30代のうちは全然優秀だったんだけど、40代になったら突然ポンコツのデブになるとかもあるんですよ。 あれ昔細かったのになんでこんなに太ってデブになってんのみたいな。なんかもう歩くだけでヒーヒー言って息上がってるみたいなデブになってるみたいなのもあるんですけど、デブだからっていう理由で解雇することは日本でできないんですよ。っていうのもあるので、その優秀だから他の会社にこいつを奪われたくない。だからもっと金払ってでもこいつを囲い込みたいっていうのであれば社長にするっていうのはいいと思うんですけど、あの、安川があるから人を雇うっていう考えはやめた方がいいんじゃないかなと僕は思ってます。フォレストグリーンさんコメント書き忘れと。 えー、旭川のいじめについての質問です。結構、えー、多分結構な人が知っている会社に勤めてるもんです。えー、人事の人たちの話がたまたま聞こえたんですけど、あの学校出身の人は取れないよね、と言っていました。以前、ひろゆきさんは加害者を守る理由は、加害者には未来があるからとおっしゃってました。しかし、このように加害者を守ることで、加害者の周りの人にデメリットがつくと思うんですけど、それについてはどう思いますか自分や自分の子供がデメリットを背負うことになったとしたら、加害者をさってしまうなと思いました。この考えを持つ自番以上ですかえっと、結局のところ、その旭川のあの出身っていう人って、あの、 中学ですよね、あれ。で、その中学生が、中学がどこだったかっていうのって、履歴書に書かなくていいんですよ。あの、厳密に言うと履歴書って、高校も書かなくても、あの、何回言われることってあんまないんですよ。要は履歴書って、あの、小学校、中学校、高校、大学とか全部丁寧に書く人もいるんですけど、あの、 高校と大学だけ書いてると何にも言われないことが多分99%だと思うんですよ。で、高校書かなくて大学だけ書いても突っ込まれない率は多分8割だと思うんですよ。なので、実は最終学歴だけ書くと履歴書って結構突っ込まれないんで、なので、あの、加害者がどこっていうのって別に加害者側の人がじゃあ履歴書書くのやめようっていうとそれだけでスルーされちゃったりするので、なのでどうかなっていうのは、あの、あんまり僕は変わ、あの、印象は変わらないです。 えー、39歳の男です。知り合いの社内不倫を会社に通報し、名誉毀損で訴えられそうです。えー、現在無職実家済みなのですが、実家の両親の財産は差し押さえの対象になりますかいいえ、ですけども。あの、その、要は、えっ、ー、とー、その、 さんの部屋にあるものは差し押さえが可能なのでその差し押さえをするためのその裁判所から雇われた人たちっていうのが家の中にガンガン入ってきてで家の中の金目のものっていうのをそのスタッフというかそのえっ、ー、と差し押さえをする人の性格が悪いと金目のものをひとまず持ってっちゃうんですよで持ってっちゃった後にこれは コッツさんのものではなく、親のものですって言ったら、あ、これはコッツさんのものじゃないんですねっていうので、元に戻されるっていうのがあって、金目のがものがあると、ひとまず勝手に持ってくっていうのが先にやられます。なので、ご両親に迷惑をかけたくないのであれば、あの、何かもうお金払えるんだったら払っといた方がいいと思います。はい。 要はその、例えばじゃあ、お父さんとかのゴルフクラブとかも全部勝手に持ってかれるわけですよ。で、持ってかれて、いや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 、そのゴルフクラブ俺のだからっていうのは、お父さんが言いに行かないと帰ってこないんですよ。コッツさんが言いに行っても、お前嘘ついてるかもしんないじゃんっていうので、帰ってこないっていうのがあったりします。はい。 実際に僕はあの人生であの家宅捜索、捜索差し押さえ令状で家のもの持ってかれるっていうのが4回ぐらいあるんですけど、で、あの、なんか実家に住んだ時にその実家のうちの姉のパソコンが持ってかれて、あの警察に姉が文句言いに行くとか、あとあの僕の彼女のパソコンが持ってかれて、あのうちの彼女があの警察に文句をい行くみたいな、そんな感じであの、捜索差し押さえが何度も受けてるので、あの、同居してる人が迷惑かかるよねっていうのは割とあの分かってるんで、はい ちなみに、あの、僕の中で一番面白かったのが、あの、差し押さえされたのが、あの、ま、その、メモリーカードを差し押さえするとかあるじゃないですか。データが入るかもしれないから。で、その中に、あの、プレステ2のメモリーカードっていうのを差し押されたのなんですよ <laughs>。ま、プレステ2のメモリーカードの確かにそのメモリーカードなので、何やらかしらのデータが保存される可能性はあるんですけど、その、プレステ2のメモリーカードを差し押さえてどうするので、それデータ読み出して見るのみたいなのがあって、 なんかまあ、多分何も考えてないんだろうなと思ったんですけど、まあそんな感じなので、あの、創作差し押さえ令状が出た場合は、ね、いろいろ面倒くさいので気をつけてください。<laughs> えー、こんばんはウェブサービスを提供する会社を起こしたくて、とりあえず思いつきで起業家と、えっ、ー、と、もしくは起業家と投資家が直接交流できるような SNS を開催してみたのですが、全然乗りません。これを伸ばすアドバイスをいただければと思います。えっ、ー、と、まずその SNS に登録するモチベーションがないと思うので、 えっと、その、どんぶりアナゴさんが本当にお金持ちであれば自分が投資します。だから休業家登録してくださいっていうのがいけると思うんですけど、お金持ちでなくてサービスを伸ばしたいのであれば、嘘ついてください。あの、世の中何人も自称お金持ちっていうので、結構それなりに名前が売れた人ってるんですよ。僕の知ってる限り多分4、5人いるんですけど、 で、あの、自称お金持ちの人って、いや、自称お金持ちでも、要はあの、いやいや、こいつ違うっしょって言って、あの、逃げていく人もいるんですけど、あれ、ひょっとしたらこいつ金持ちなのかもっていうので、寄ってっちゃう人っているんですよ。某山本なんとかさんみたい人とか、あの、某与沢なんとかさんみたい人とか、某竹原なんとかさんみたいな、いやいや、お金お前は持ってないじゃんっていうのが、分かる人は逃げるんですけど、分かんなくて信じちゃう人っていうのが一定の割合でいるんですよ。なので、ドンブリアナさんがお金持ってるキャラとして、なんかその、 の、勝手になんかあの、金持ちそうな家の写真とか、これ自宅ですとか、なんかあの、そこら辺のネットで落ちてるなんかあの、ボートの写真とか載せて、これ俺のボートです、みたいなこと言って、あ、なんかこの人金持ってるのかもっていうので、で、俺と知り合いになりたい人はこの SNS 登録つけなきさい、みたいな感じで、こう、起業家を集めといて、で、その中に頭が弱いけど、多少起業家として有名な人っていうのがいると、じゃあ、こういう人がいますよ。なので、投資してみませんかっていうので、こ度は投資家にアピールできるんですよ。 ではその、自分自身に価値がなかったとしても、その SNS に集まってる企業家自体に価値があると、じゃあその企業家とは連絡取りたいよねって言って、本当の投資家が釣れる可能性があるので、なんでそんな感じでうまくいける可能性はあるんじゃないでしょうか。はい。 あの、まあ、僕だったらやらないんですけど、6100円払ってもらったので適当な方法を言いました。えー、地方で美容師をしてます。一人でやってるので、ある程度生活に不便はしてませんが、将来収入が減るのが不安です。えー、給料の賃金が低い地方で、お客様がどうしたら金払ってくれると思いますかきつめのコメントでお願いします。えっと、きつめでいくと、あの、残念ながら無理ですになっちゃうんですけど、あの、賃金が低い地方でも、金が動いてる地域ってあるんですよ。 ええと、例えば僕はあの赤羽で正確に言うと北赤羽駅の近くに実家があるんですけど、あのー、赤羽って、まあ今はちょっと違うんですけど、あのそのキャバクラとか風俗が多い街だったんですよ。ちょっと今コロナなんで、あのだいぶひどいと思うんですけど、で、その赤羽で働いてる人っていうのが隣の北赤羽に住むっていうのがあって、なのでその北赤羽駅の周りに美容室やたら多かった時代っていうのがあるんですよ。今ちょっと減ったんですけど、っていうのがあって、 なので、その、キャバクラの多い地域って、横の美容室は結構お金取れるんですよ。で、その、要は、あの、現実的な時間で営業しようとすると、例えば、じゃあ、その、9時から8時で終わりますとかってなっちゃうと、その、キャバクラで働く人的には使いづらかったりするので、 例えば、その、じゃキャバクラの仕事が終わった後とかの夜中でもうちやりますよとか、その,の出勤前の10時とかでも全然うちやりますみたいな感じで、キャバクラの隣でその夜中働く美容室みたいにやると、そのキャバクラっていう、まあ、ある程度お金バンバン払ってても、あの、可愛くなったらその分売上が増えるっていうのがあるので、なのでそこでお金払うの全然 OK ですっていうタイプのその地域っていうのは多分どんな、あの、お金のない地域でもあると思うので、そういう地域に対して、あの、一生懸命影響するといいんじゃないでしょうか。 えー、沖縄在住です。日本政府は沖縄などの南西の島々に自衛隊のミサイル機配備を進めており、地元住民などでは国土防衛のために賛成、標的になるので反対という意見があります。これは実質、えっ、ー、と、琉球根の尊さで日本の国益というより中国の太平洋進出を阻止したい、米国の利益国益に沿ったものであると支えかれています。えー、米中の派遣争いのために標的になったらいけないと思うので反対です。広木さんはどう考えですか ええと、あの、どうお考えですかが誰のにとってのメリットかっていうふうに考えると、あの、結局日本の政策って、あの、残念ながら東京都の人たちが決めるんですよ。あの、まあ、その東京都に国会があって、で、ほとんどの政党の多くっていうのは東京都に本部があって、で、その国会議員のほとんどって東京都に住んでるんですよ。 要はあの、地方議員って言われる人たちで、例えば山口県で選出した議員なんだけど、実際住んでるのは渋谷区みたいな安倍首相みたいな感じで、なので、東京が安全であることが重要で、で、ミサイルを落とされる可能性のある場所は、東京からできるだけ遠い方がいいんですよ。なので、沖縄っていうのは、 東京の政治家にとってみると、めちゃめちゃ安全なんですよ。要は、沖縄で戦ってくれて、沖縄で被害者が起こる、あの被害者が出る分には、東京にいる俺たち困んないよねっていうのがあるので、で、日本の政策っていうのは、日本の法律だったら決めるのは、日本の国会議員と日本の政府なので、残念ながら沖縄っていうところが被害を受ける構造っていうのは、戦前から変わりません。 なので、もともとその沖縄って、あの、その要は戦前あの第二次世界大戦の時も沖縄だけはそのアメリカ軍に上陸されてで、そこで集団自決をしろみたいなことを政府に言われて、その要は、あの、アメリカ人に殺された人数と集団自決した人数だと、確か集団自決した人数の方が多いみたいな話をどっかで読んだ気がするんですよね。っていう感じで、割とその、あの、要は日本の政府ってそういうことをやらかしちゃったりするんですよ。 なので、あの、良くないよねっていうのは僕も同意なんですけど、ただ、そのじゃあ、国ってどうやって運営されてるのっていうと、のと、じゃあ国を守るって何なのっていうと、日本の場合国を守るっていうのは今国会議員を守ることなんですよ。なので、国会議員を守るためにはどうすればいいかっていうところで考えられてるんですよね。例えばじゃあ、中国が攻めてきました。で、その時に全面降伏しましたって言った時って、困るのって、 えっと、企業の株を持ってる、あの、株主と企業の社長と政治家なんですよ。要はその、あの、じゃあ中国が日本を取りましたっていう時に、まず政治家全員首ですよね。だって日本の国会なんていらないんだんなので政治家全員首になりますとで、あの、失業者になりますと。で、次に、その、 企業の運営っていうのを中国がやりたくなるので、じゃあソニーは中国の会社な、みたいな感じで、じゃあソニーを牛耳にますと。で、そうするとソニーの経営者はいらなくなるんですよ。でもソニーで働いてる社員は必要なんですよ。だって物を作る必要あるじゃん。そのじゃあパナソニックとかで電池作ってる人とか必要だから、現場の技術者とか社員は全然その通り働いてくださいと。なので経営者ばっかりクビになって現場は変わんないんですよ。なので、 あの実はお金を持ってない人と、そのものづくりしてる人っていうのは、そのトップが誰だろうとあんま変わんないんですよ。 だからそのアメリカにじゃあ昔日本占領されましたっていう時にじゃあそのアメリカに日本が占領されたらどうなるかっていうので昔鬼畜兵って言ってその第二次世界大戦に当働いたんですけど要は日本がアメリカに占領されると日本人はみんな虐殺されるとかそのあの女性はみんな凌辱されるみたいなこう嘘を日本政府が言ってだから戦わなきゃいけないんだそのためには自分たちが死んででも戦わなきゃいけないっていうので神風特交代とかやったんですけど日本占領されてみたら 占領された後に日本人を虐殺なんて全くしなかったんですよ。だって庶民殺してもしょうがないじゃん。むしろ働いて税金を納めてくれるから、庶民は大事に扱いましょうと。ただ、政治家だったりとか、その企業のトップだったりっていうのは捕まったり、その要は日本アメリカと戦争するって言ったんだからその責任取れよって言って、裁判で、その東京裁判というのがあって、死刑になったりで殺されましたと。 なので、政治家はめっちゃ困ったんですけど、アメリカに占領されて困った日本人って、庶民はあんまいないんですよその。そのおかげで実はその戦後って、あの、日本ってすごい経済成長したんですけど、あれ、じゃあ戦後なんで日本経済成長したのっていうと、あの、要は日本人に対して物を日本はずっと売ってたんですけど、その後、アメリカに物が売れるようになったんですよ。 なので、その、ま、その当時の人口って多分8000万人とかそのなったと思うんですけど、8000万人に対して物を売ってるより、アメリカのなんか1億何千万人に売った方が全然得するじゃんみたいなので、なので日本でガンガン物を作ると、アメリカさんがバンバン買ってくれて、すげえ儲かるっていう時代があって、それでホンダだったりとかトヨタだったりとか、松下電機だったりっていうのがめちゃめちゃ伸びたんですよ。 っていうのがあって、実はその、まあ、あの、コンテナの問題もあるんですけど、こう話をするとめんどくさいんですけど、いわベトナム戦争があって、ベトナム戦争でアメリカから物資をこう、あの、ベトナムに送り込んだ後に、空になったコンテナっていうのを、どうするこれ空で持って帰るのめんどくさいから日本寄ってこうぜ。で、日本に寄ってくと、なんかラジカセとか、なんかあの、ウォークマンとか、なんか車とか作ってるから、もうこれタダディから乗せろよと。で、タダで乗せて、アメリカに行ってガンガン売るっていうのがあったので、結果として日本の製品めちゃめちゃ売れた問題っていうのがあるんですけど、ま、あそれは置いといて。 っていうのがあったりするので、なので実はその国が誰が運営してるかっていうので、その中国に攻められると怖いみたいなのがあるんですけど、あの誰が占領してようと庶民が殺されることはほぼないんですよ。最近で言うとあのウクライナっていう国があのロシアに占領されたんですけど、でもロシアに占領されて別にウクライナに人を逆殺されたかっていうと別にされてないんですよ。 ただ、あの、ウクライナのその工場だったりとか会社経営者とかは、あの、首になったりとか謎の失踪っていうのがあるんですけど、庶民は変わんないですよね。 なので、その、僕はその沖縄の人っていうのに関していくと、実はその沖縄って、その、要はあの、中国が攻めてきた時に、その自分たちがその被害を受けるじゃないかっていうのがあるので、そこは何とかした方がいいとは思うんですけど、ただそのなんか、庶民がその苦労するから戦争をして自分たちの命を失ってでも勝たなきゃいけないっていうのは、実は嘘だよねっていうのって、歴史の勉強すれば大体わかるので、はい。なので僕はあの、戦争になったら必ず逃げるって決めてます。 <laughs> 要はそのあの政治家のために死ぬの嫌じゃん <laughs>。なんかそのあの天皇のために死ぬだったらまだワンチャン理解可能なんですけど。 なんかその、政治家の死ぬために死ぬとかって、その、だらほら、ら自民党の政治家のために死んでも嫌だし、共産党の政治家のために死んでも嫌だし、立憲君主党の政治家の死ぬために嫌だし、別にお前ら全員死んでもいいよ。僕は自分生き残りたいからって思うので、なんか政治家のために生き残りたいとか全然ないんですよ、ね。はい、すいません。はい。政治家の人いたらすいません。 え、ひろゆきさんが司会のアベプラ生放送の夫を世帯の会で、出演者の池澤彩香さんが、夫なんてペット扱いでよく対等な人間として見る必要ないですね、と発言し、炎上しました。この段発言が男性別視だとして謝罪を求めるオンラインでの署名運動が今年6月末に起こり、現在40名近くの賛同が集まっています。ひろゆきさんは池澤さんの発言やこの署名の趣旨についてどう思いますかひろゆきさんがこの署名をやるとしたらどんな戦略を取りますか えっと、別に本人がそう考えるのは自由なんじゃないですかね。あの、社会はそうするべきであるとかであれば、いやいや、さすがにどうなのとは思うんですけど、別にあの、そう思うだったらそれでいいんじゃないですか。池沢さんと結婚してるんですかね。あの、結婚してるのであれば、その夫がかわいそうとかっていうば、その、例えばじゃあ、 あの、うちの奥さんペット同然なんですよっていうのであれば、それはその人権を考慮されてないとか、その奥さん自体がペット扱いをされてる可能性があるので、被害者が存在するよねっていうところで、じゃあその社会的に何とかしなきゃいけないとか、通報しなきゃいけないっていうパターンはあるんですよね。例えばそのうちの子供ペット扱いしてるんですよみたいなので通報されるみたいなのは当然起こり得ることだし、それは僕通報するべきだと思うんですけど、別に池澤さん結婚してないのであれば自由に発言していいと思うんですよね。 で、そういう発言をしてる人と結婚する人って自覚して結婚してると思うので、むしろその、あの、SM でう M 顔のペット扱いされたい人っていうのが結婚するので、それなんかお互いの性癖が合ってるので、何の問題もない話な気がするので、なのでちょっといまいち何が問題なのかがよくわかんないです。 えー、製造業で働いてます。先輩が物能すぎるので辞めさせたいです。理由として仕事ができない、覚えない、書類作成能力がない、失敗による損失ばかりです。毎日何かミスをしています。尻拭いを後輩や自分がしているため、上層連中には仕事ができるような感じで触っています。またその先輩が今度昇進します。そのため会員のモチベーションが下がっています。簡単に辞めさせるのはどうしたらいいでしょうかえっと、後輩で全て結託して、先輩の尻拭いを一切やらないようにしてください。 で、何かトラブルが発生しましたっていう時に、あの、これはこの人のせいですっていうのを客観的にわかるように、後輩全員で、その、あの、その上司より上の人に報告できるようにしてください。要は、その、この人がこういう失敗をしたせいで、このトラブルが起こりました。で、これは別にあの、部下であれば私たちのせいでありませんっていうのを、あの、ちゃんと話すと、じゃあこいつが無能だから起きたんじゃんってなると思います。なので、あの、尻拭いをしてるせいで、こう、無能なことが上の人にバレてないってことなので、尻拭いしなければいいんじゃないかなと思います。 早めめに教えたた方が会社のためですよ、えー、私は49歳の管理職年収約600万ですシングルで子供3人育ててきましたすごいですね上の2人は上場企業勤務と国家公務員になり三条が大学3年生なので大学の学費の支払いが終わったらお好み焼き居酒屋を始める夢がありますしかしサラリーマンである程度決まった収入を頂い,い,いたのと自分の年齢を考えるともう少しお金を貯めてからの方がいいのかそれとも今の方が失敗してもどうにかならず悩んでしまいますアドバイスお願いしますあ全然成功すると思いますあの ま、結局その管理職で子供3人育ててっていう人であれば、体力もあるし、その時間管理もきちんとできると思うので、早めにスタートした方がいいと思います。あの、ま、子供育てるっていうのが最優先だと思うんですけど、ようやく自分の好きな夢っていうのができ、あの、ま、できる時間ができたのであれば、早めにやった方がいいです。 あの体力自体はもう年々絶対下がってくるので、なのでその体力でできなくなってしまうと、あれれ今までじゃあ何のために生きてきたんだろうとか、じゃあその子供がなんかあの自分たちのためにその、いや親が人生犠牲にしたよねっていうので、そのなんかいらんプレッシャーを感じてしまうかもしれないので、であの子供二人とも上場企業と国家ゴミなんで、ぶっちゃけ失敗してもあの子供にすがれば食えると思うんで、なのであのいいチャンスなんで、独立しちゃってください。ただしコロナ禍落ち着いてからのがいいです。あの、今コロナ禍でその、 あの飲食店をやっちゃうと突然営業停止しろやとか酒出せないやとかになっちゃうんですけど、お好みきやって基本的に酒売らないと儲かんないですよ。あの粉物なんでそんなに高い利益出せないんですよね。そのままあ,あのすげえ人気店とかであのバカバカ店員回してやるとかであればいいかもしれないですけど、そうするとそれなりの面積が必要で人件費も稼がなきゃいけないので、 その美味しいものを作ってお客さんに喜んでもらいたいみたいな、その自分とお客さんが幸せになるタイプの飲食店っていうのはちょっと作りづらくなってしまうので、なのでちょっとコロナが落ち着くワクチンをみんなが受け終わるぐらいまでは、あの、いい物件を探すっていうのを時間がかけた方がいいと思います。 あの、今だと潰れてる飲食店多いので、その、犬きで入って、犬きで例えばもともと焼肉屋でしたとか、お好み焼き屋でしたっていう場所であれば、その、肺炎装置とかだったりで買わなくてよくなるので、なのでそういうところの物件がないかっていうのをずーっと時間をかけて探した方がいいんじゃないかなと思います。やっぱり内装お金かけると結構時間かかるの時間とお金かかるのね。喋るのと息吸うのと飲むのを一緒にやろうとして失敗しました。<laughs> え、先日デリヘルを使用した際にめちゃめちゃ可愛い当たりの女の子が来ました。プレイ性格用紙すべて完璧だったのですが、唯一口が臭かったです。本当におっさんの息より臭かったです。うんこみたいな悲しかったです。やっぱり可愛い女性でも口は臭いのでしょうかえっと、あの、世の中には口の臭い男も女もいます。で、たまたまかあの可愛い子でも口の臭い子もいるんですけど、ただ、あの、もし直したいのであれば直せる可能性があるものの方が多いです。 その、口臭の原因で、まあ、その、そもそも歯磨きしてないよね問題だったら歯磨きすればいいっていうのがあって、あとその、虫歯があるとかで、その口の中に腐敗している部分があったりすると、そこ自体が匂いを発するので、歯医者に行けばなります。で、あとその、胃から匂いが出てくるっていうこのパターンもいて、そういう場合って、あの、ある種の病気なんで病院行ったら治ったりするので、なので、治そうと思ったら治せるので、あの、ちゃんと教えてあげた方がいいんじゃないかなと思います。 えー、コロナ禍でリストラされた52歳独女です。28年、復職デザイナーをしてきました。年齢で応募しても書類審査が通りません。別の職を探した方がいいのか、介護士とかどうしたらいいでしょうか。高齢の両親が愛知にいて心配かけたくないのですが、実家に戻った方がいいのでしょうか。えっと、復職デザイナーで今から出場はかなりきついと思います。あの、復職業界、マジでひどいので。世界中。 なので、あの、コスプレの服をデザインして、ネット上で注文を受けるとか、その、要は今までの、その、アパレルっていうのじゃなくて、趣味人からお金を取る方に変える方が、まだマシなんじゃないかなと思います。 あの、コスプレ衣装って結構高くお金取れるんですよね。あの、ちゃんとしたやつだと10万ぐらいなら全然払いますっていう人って結構いるので。で、あの、日本だけじゃなくて割と海外でも売れたりするので、なのでその、あの、コスプレを正式にアニメ版権元と交渉して、あの、公式のコスプレ衣装を作ってるコスパみたいな会社とかもあるんですけど、まあ、ただそれの場合もやっぱ大量作んなきゃいけないので、それなり安くなっちゃうんですけど、その10万円出してでもものすごくいいものを作りたいっていう人もいたりするので、なのでそういう高級なコスプレのあの、通販って っていうので、その人のサイズに合わせたものを作るっていう方向はありなんじゃないかなと思いますけど、ねえー。人材派遣会社を経営しています。主に通信と IT ですが、派遣会社が多く他社と被らないような付加価値をつけるのは何がいいですか？無理です。 あの、結局、あの、まあ、あの、派遣会社が儲かるところって、あの、人手が足りないところで、人手が足りないところって、どんどん、あの、こういう人いないっていうと、その既存の派遣会社とかも、じゃあそっち側の派遣始めるわってなるので、基本的には時間の問題で、その、あの、必ず競争が激しくなるんですよ。で、派遣会社って優秀な人がずっと来続けることはなくて、無能なやつはある程度送り込むんで、そのためには、あの、じゃあ求人かけてってやらなきゃいけないので、めちゃくちゃ儲かり続けるっていうのは苦痛できないんですよ。 で、あの、普通できないっていう言い方をなぜかしたかっていうと、あの、例外があって、例外として、あの、競争のないところの発注を受けるっていう。要はその、例えばじゃあ、あの、ソフトバンクっていう会社が、携帯電話を売るキャンペーンをやりたいですっていうのあれば、いろんな派遣会社に、こうなんか、こういうので、じゃあ5人ぐらい派遣してよっていうので、一番安いところに発注するじゃないですか。ところがどっこい、某パソナっていう会社って、オリンピ オリンピックで人材派遣をする場合は、パソナ以外の会社に発注してはならないっていう独占契約をしてるんですよ。なので、オリンピックで人が必要の時は全部パソナに発注されて、で、パソナが受けるから値段も高めで言って OK なんですよ。なので、あの、一人、この人じゃちょっと優秀なんで、あの、1日30万円くださいみたいになると、国も税金なんで別に安くする必要ないんで、あ、30万円っすね、わかりましたってんで万払っちゃですよ。であの、普通の会社って自分たちの会社のお金なので、安くしようっていうモチベーションが働くんですけど、 オリンピックの費用って自分たちのお金じゃないので、あ、パソナーさん30万欲しいんだったら全然30万でいいっす。みたいな感じで、言いたい放題でお金を取るんですよね。っていうのがあって、あの、去年のパソナーはなんか、過去最高益を出したらしいんですよ。っていうのがあるので、その他者を被らないような付加価値をつけるというのであれば、政府と仲良くなるために、竹中平蔵さんを顧問にしてください。 友人が既婚男性と不倫をしています。彼女曰く彼は仮面夫婦みたいで離婚するために頑張ってくれているらしいのですが、奥さんにバレたら彼女にも慰謝料を請求される可能性があるし、そもそも真っ当な人生を呼んでほしいので、できればやめてほしいです。かっこ慰謝料の件を伝えたものがやめてくれるそうです。どのように説得すれば彼女の不倫をやめさせられそうでしょうか何かご意見をください。うん、馬鹿なんで無理です。 えっと、結局あの、うん、あの離婚するために頑張ってるは、まず嘘だと思うんですよね <laughs>。あの、本当に離婚したい人だったら、もうさっさと離婚してます。なので、単純に、あの、不倫相手として美味しく使われてるんですけど、で、その慰謝料請求されるよっていう事実を伝えたと,としても、わからないのであれば、バカなのです。で、あの、YA さん多分その友人のことを好きなんだと思うんですけど、あの、残念ながら、あの、 バカな子なので、あの、こっぴどく何か損失を出すまでは多分続くと思います。で、あの、説得をして不倫をやめさせるのは多分無理なんですけど、奥さんに情報を流すことで不倫をしていることがバレて、崩壊して不倫状態が解決するっていうのは可能なので、その、 不倫してる状況っていうの,のの写真を撮って、で、その家の住所っていうのを調べて、そこの家に送りつけるとかっていうのをやると崩壊すると思うので、そういう形で彼女を不倫にするといいんじゃないでしょうか。 えー、YouTube で山根旅行クラブというチャンネルをやってます。普通の旅行ではなく、例えば新ゴジラの映画館を習って鎌倉から東京を走ったり移動したりテーマークをくして動画を作ったりしますが、なかなか登録者が減りません。ゆりょくさんコロナが落ち着いたら旅行系のチャンネル伸びると思いますか登録者49万人。49万人いりゃ十分なんじゃないですかあの、まあ、その、落ち着いたら旅行系のチャンネル伸びるとは思いますけど、ただ、あの、結局その旅行系のことをやりたいよねっていう人たちにもいて競争が激しくなるので、 その、ジャンルとしての旅行系っていうところで行く限界はあると思うんですよね。なので、あの、旅行系をやりながら、その自分たちの顔や名前を打って、結果としてその、有名 YouTuber っていう方向にうまく逃げ切った方が多分収益は大きくなると思うんですよね。その、 ゲーム実況っていうのでスタートして、そのゲーム面白いよね。こ,この人のゲーム動画面白いよねっていう形で行くんだけど、そのゲーム実況をやめて顔出ししてうまくいった例で、あの、ヒカルさんっていう人がですけど、もともとヒカルさんってあのゲーム実況で始めて。 でもその今じゃあの YouTuber で割とあの金持ち YouTuber で有名な人になったりとか、であのサイオレのキヨさんとかも元々ゲーム実況だったんですけど、今別にあのゲームやんないよねっていうのもあったりするので、なのでそのどっかのジャンルでスタートしてユーザーを抱えるんですけど、49万人ってジャンルの中ではすでにかなりの成功例だと思うんですよ。ただそれ以上100万人とか行きたいのであれば、もう旅行っていうのじゃなくて、普通に一般ユーチューバーの方に切り替えた方がいいんじゃないかなと思いますけど、ね。 なので実写系に行った方がいいんじゃないかなと。まあ、清くスがもうたまにゲームしてるみたいですね。はい、えー。私は地方の小さな個別塾の講師です。教室内を走り回ったり暴れたりする何人かの生徒に困ってます。一度注意すると1分くらいは静かにするのですが、目を離すとまた暴れ始めてしまいます。上司は完全にその生徒を完全に焼けないにします。どのような方法だったらその生徒たちを学習に集中させられることができるでしょうか集中させる必要あるの。の 別に上司が集中させる必要ないと思ってるんだったらいいんじゃないですかあの、世の中にとってこうした方がいいよねとか、社会にとってこうした方がいいよねっていうのは全然考えるのは正しいと思います。ただ、その働いてる場所で偉いのは社長であったり上司だったりするので、その人たちがこれでいいと思ってるんだったらもうそういう場所なんですよ。なのであの、きちんと勉強を教えて子供に勉強してもらいたいと思うんだったら、もう別の塾に就職した方がいいんじゃないでしょうか 要はその、勉強を教えなくても遊び回ってるだけでもお金もらえるからそれで全然いいよねって思ってるのは、それはそれでその塾の考え方だし、で、別に親もそれで満足してるんだったら別にそれでいいと思うんですよ。なので、あの、ちゃんと子供の学力を上げようとする真面目なところに行った方がいいんじゃないかなと思います。えー、ひろゆきは YouTube 飲み会に誘われましたか誘われません。友達少ないんで。 えー、ガソリンスタンド業界、今後どうなると思いますか日本全国にネットワークがありますが、何か利用できることはないでしょうかまた、豪雪で立ち往生した際や、洪水などの災害の際に電気だけは厳しいと思うんですが、ヒくさん、どう思われますでしょうか、えーとまあ、あの長期的にはどんどんされていく一方で、あのそのガソリンスタンド自体は減っていくと思います。その電力だったりがどんどん増えていくので。で、その立ち往生した時とかに大変だよねとかっていうのは全然あるんですけど、ただ、インフラってなくなるところはなくなって終わりなんですよね。 その豪雪とかトラブルになったときに、そのガソリンスタンドがあった方が良かったよねっていうのはわかるんですけど、よかったよねって言われるだけで、そのためにじゃあ行政が何かをするかっていうとまずないので、基本的にはもうガソリンスタンド業界というのは縮小していく一方じゃないかなと思います。はじめまして、35歳女です。大学卒業後、保育士として働いてきましたが、私の能力では規定の人数で子供の命を預かることに限界を感じ、転職を考えています。 え、現在、個人年金ドル等以外で貯金が1000万ほど貯まったので、えっ、ー、と、ハリー、キュー、アンマー、シアツ市の受験資格が得られる学校に通りゆくゆくは開業できればと思っています。家賃のかからない物件の後たりは都心部にありますが、この計画素直にどう思われますかえっと、その物件の話をしてるので、いきなりお店というか店舗を開くというのを考えてらっしゃると思うんですけど、まず一回どっか、あの、働いた方がいいっすよ。その資格を取った後に。結局その、あの、 店舗を開くっていうのは、店舗を開いてそこにお客さんが来てもらうっていう営業行為が重要になるんですよ。なので、その、新旧ができますとか、あんまができますっていう、そのスキルっていうのと、その営業してお金、そのお客さんを集めるって全然別のスキルなんですよね。 なので、まずその、他の普通に働いているところに就職して、で、あんまとかやって、お客さんを増やして、で、今度独立するんですよっていうので、そこの、もともと自分についたお客さんを引っこ抜いて連れてくるっていうのをやった方が、多分営業が得意じゃないのであれば、そっちの方が安全だと思うんですよね。あの、この話、前にもしたことあると思うんですけど、僕はあの、ぎっくり腰に今までの人生で2回なったことがあって、で、まあ2回目はあの、自分で直し方なんとなく分かったんで直したんですけど、 で、一回目に、えっ、ー、とね、二週間ぐらいずっとぎっくり腰がついてたんですよ。で、その、あの、うちの、その彼女というか、奥さんというか、彩君というか、妻というかが、その通ってる、あの、笹塚にある、その、あの、マッサージというか、あの、なんかあの、腰を揉んでくれるところで、あの、広瀬先生っていうところの人がいて、で、あの、二週間全く治らなかったんですけど、一回行ったら、そこで治っちゃったんですよ。 なので僕も二度と行かなかったんですよ。もう治ったから。で、あの、広瀬先生優秀だよねっていう話をしてたら、広瀬先生の店笹塚なくなっちゃったんですよね。<laughs> あの、いや、結局だから優秀すぎる先生って一回で治しちゃうからお客さん続かないんですよ。で、すごいあの、不器用な、まあその、あの営業がそん得意じゃない感じで話もそんなに上手い感じじゃないんですけど、腕だけは確かなったんですよ。んただ、なくなっちゃったんで、 だから、なんか、やっぱ営業って大事なんだよねっていうのは本当に思いました。はい。ひろ先生、どっかでやってると思うんですけど、もったいないなと思いました。優秀すぎるとお客さん来なくなっちゃうんですよね。えー、こんばんは、マリアです。前回、ピクンピクン先生に舐められて嫌だったとおっしゃってましたが、壁に手をついてサウサウされ、されるがもあのひろゆきさんはマンダラでもない表情をされてましたよ。はぁ、あ。 別にあの、なんか、仕事としてそういう状況に耐えていただけで別にあの、僕はそういうのが好きなわけではないです。はい。えー、ニコラ・テスラの偉大さについてひろゆきさんなりに分かりやすく解説をし,してほしいです。えっとあの、エジソンさんっていう人、割とあの、有名な発明家としてあの、まあ、あの、子供の頃から皆さん知ってると思うんですけど、であの、エジソンとテスラさんが対決したことあるんですよね。 その、まあ、今、あの、電気、あその、電柱を通って、あの、電気が流れてるじゃないですか。で、要は発電所で、その火力発電所とかだと、こう、石油とかを燃やして、で、その石油を燃やした時に、その水を入れると蒸気が出て、で、その蒸気で、そのタービンをぐるぐる回して、で、その回す力っていうのをモーターを電気に変えるっていう。で、その、あの、ぐるぐる回ってるので、その、プラスの電気とマイナスの電気っていうのが、こう、あの、ぐるぐる回ったまま電線乗せるっていうんですそ交流電源っていうんですけど、 で、あの、電池とかは逆にあの、もうプラスとマイナスって決まってて、その、 出っ張ってる方がプラスって書いてあるんですけど、で、なぜかあの出っ張ってない方からあの電子が出るってややこしい構造になってるんですけど、まあ、とはいえ、あの、その、プラスから電流が出て、こう、マイナスって、あの、ませっか言うと、マイナスから電、電子が出て、プラスに入るっていうのが一方通行なんですよ、電池の場合は。でも、まあ、あの、コンセントとかの場合って、あの、プラスとマイナスが交互に入れ替わる交流っていう仕組みをやってて、で、あの、まあ、その、エジソンさんは直流のが使いやすいと。まあ、その時代まだあの、その、電気とか家にない時代に、その発電所で電気を作って、それを家に持ってこうと。 で、どっちの方があの効率的かっていうので、直流の方が便利じゃんってエジソンさんが言ってて、で、テスラさんは、いや、絶対交流の方が便利だってって言って、結果として、あの、両方試すと、やっぱりその電流を流す時のロスが直流の方が大きいんですよ。なので、結果として、今世界中多分交流の電気しかないと思うんですよね。なので、あの、その電線っていうのが全部交流になりましたよっていうのが一応テスラさんが買ったっていう歴史で,で。あと、最近あの、テスラさんが取った特許で、これマジすげえんじゃねっていうのが出たんですけど、 あの、水道管を逆流させないための,あの特許っていうのをテスラさんが最近取ってるっていうのがニュースになったんですよね。あの、まあ、その電気について詳しいので、あの、ニコラテスラって割とその電気のま、術師みたいなこと書かれるんですけど、そのなんか、あ、あの、放電してるやつとかで、あの、そのテスラさんがやった実験で結構有名なのがあるんですけど、で、なぜかその水道管の特許っていうのを取ってて、 で、まあ、あの、水道管って逆流することあるじゃないですか。まあ、水が高いとこは低いとこに流れるんですけど、たまにその、あの、なんかあの、例えばその高いとこは低いとこで、その下の方が海とかだと、なんか海で津波になりましたとかで逆流しちゃって、で、そのままその下水とかが逆流すると、その家のトイレから汚水が出てくるから、マジまずいと。なので、普通だったら、その、あの、弁っていうのは金属で作られた蓋だったりっていうのをつけるんですけど、その、 金属の蓋だったりをつけると、そこが劣化し,、ま、してしまうので、で、それが故障の原因になったりするので、なので、その、便を一切作らん、使わないで、その、あ、パーカー忘れた。<laughs> パーカー忘れたんで取ってきていいですかすいません。<laughs> いや、果たして必要なのかって言われるとわかんないんですけど、<laughs> とりあえず、その、パーカーを着てないといけないのかなっていう、はい、すいません。 でその、えー、とテスラさんのテスラ水道管とかで検索してもばあの絵が出ると思うんですけど、まあ、その便とかを使わないでどういう構造でその水が普通に流れて反対側だと逆流を止められるかっていうのでそのパイプ一個一個にこういうあのひだというかリプリーツのようなのを作っていてでその逆に水が流れた時はそのプリーツの方に水が入ってしまってそのこ その、こっちから来る流れと、そのプリーツの逆流っていうのがぶつかるようにして、逆流した時にはそのプリーツの中にあの、あの、水が入ってしまって、そこが戻すっていう力があって、で、弁を作らなくてもその逆流を止めるっていう構造の特許を取ってたんですよね。 っていうのがあるので、そのま、あの、東京とか都会であれば別にま、あの、工事とか必要ないから、まあ、その工事とか、あの、になるんだったら別にもう、あの、人雇って直せばいいじゃんなんですけど、例えばその、アフリカですとかに ODA でじゃあ水道管を施設しますとかっていう時に、じゃあその、便をその、直す技術だったりとか、技術者だったりがいないと、もう水道管壊れたらもうどうしようもないよね、なんですけど、そう、テスロさんの特許を使った水道管の場合って、そのま、ほぼほぼその構造自体がそのまあ、あの、壊れないので、まあ、割れた穴がいたとかだったらそこ穴埋める なので、実はその特許としては結構優秀なんじゃないかっていうのってて、で、それが、その水流のための特許なんですけど、電気でも使えんじゃねえのみたいなので、なんか回路を作ったりっていうのがあったりするので、なので、その、現代でも、あの、そんなことできねえよって思ったことができちゃったっていうのをテスラさんがやってたりするので、そういうんで結構優秀な人なんじゃないかなと思います。すいません、あの、ちょっと話が長くて。 えー、パーカーないことが気になって聞いてなかった。すいません。<laughs> パーカーないと人の話聞けないですよね。パーカー着てないようなやつの話聞けないですよね。えー、29歳の男です。会社で3年半前から日常的にパワーハラをされており退職したいのですが、実家暮らしなので親の反対が怖くて踏み切れません。どうしたら辞められると思いますか辞めた後に親に報告してください。あの、もうあの退職届出したよっていうので。 要は、あの、相談すると、まあ、その仕事とかっていうのを簡単に辞めるのはいかがなものかとか、なんかその根性がないとか、なんかあの、もうちょっとなんとかならないのとかっていろいろ言われると思うんで、で、その会社がどういう状況かっていうのは、親は知らないじゃないですか。なので、その3年半どれぐらい頑張ったとかもわかんないので、多分もう説得できる関係性だったら説得できると思うんですけど、説得できる関係性ではないと思うので、もう辞めましたっていう報告をすればいいんじゃないかなと思います。<laughs> えっと、脱臼壁に苦しんでる30歳サラリーマンです。お金はあるのですが、手術をしないと脱臼壁が治らないと言われたんですが、ひろゆきさんなら手術しないようにするのはどうしますか脱臼しまくり続ければいいんじゃないですか <laughs> いや、ま、あ僕だったらさっさと手術して脱臼しないようにしますけど、したくないんだったら脱臼し続ければいいじゃないですか。それはあの、本人の二択なので、ちなみにひろゆきさんだったらと僕は手術をして終わりだと思います。<laughs> えー、い。え、写像代、PC 代、奥様への上納金です。なんかいろいろもらってすいません。 え教師の仕事にやりがいを感じています。付属学校で同僚のモチベーションも高いので恵まれた環境です。でも時間外労働が多くてたまに嫌になります。転職がよります。どう思いますかうん、まあ、あの、時間外労働が、まあ、教師はかなり多い仕事ではあるんですけど、ただ、あの、他の業種も時間外労働多いっちゃ多いですよ。 あの、例えば飲食店とかって、なんかあの、出勤前に30分前に、そのあの、タイムカードを押す30分前に来てるのは当たり前だよねとか、そのタイムカードを押した後も、なぜかなんか事務所を閉める作業みたいなのがありますよみたいなとか、なのであの、サービス残業的なものって結構いろんな会社でもあるので、なのでその、まあサービス残業がない会社ってあんまないんですよね。っていう話で、 で、あとはそのやりがいの問題で、その、まあ、時間外労働の給料も含めて、まあ、もしその時間外労働が、じゃあ、の、時給に、まあ、給料に含まれてないとすると、じゃあ、労働時間、時間外労働の分も含めて計算して、あ、俺時給いくらなんだろう。で、その時給で別にあの、自分の仕事が楽しいと思ってればいいんじゃないでしょうか。嫌な仕事をするよりは、楽しい仕事で給料低い方が人生は楽ですよ。 えー、27歳で国税で働いています。パワハヤレや長時間労働からゆっくり時間を作るために、個人事業主でアルバイトでもしながらやっていこうと思っています。ひろゆきさんならどんなアクションをしますか簿キ1級、トーイック800ぐらいで、英語は喋れますが、無能です。えっと、転職すればいいんじゃないかな <laughs>。えっと、まあ、あの、国税が向かないのであれば、でも多分、あの、その、級をすでに持ってて、トーイックも800があって、で、その国税辞めたいっていうのだと、 多分あの仕事自体ちょっと向いてない気がするんですよね。で、まあ確かに税務署長時間労働なんですけど、なのであのもうちょっと緩い会社で契約社員とかで働けるんじゃないかなと思います。あの募金一級で契約社員ですっていうとあのすぐに仕事見つかると思うので、で働いてみてまあ、あのなんかむあむ合わないなとかだったらもうさっさと辞めるっていう感じで。なのであの自分の相性の合う会社っていうのをちょっと探してみればいいんじゃないでしょうか。 あまあ、その長時間労働が、例えばその派遣社員とかだと、基本的にはもう契約で何時から何時までって決まってて、サービス残業しろみたいにならないんですよね。で、契約なのであの辞めたければいつでも辞めなので、パワハラをする必要もないっていうのがあるので、なので、あのまあ、そのなんかスキルを貯めて、そのキャリアをとかっていうタイプではないと思うので、なので、とりあえずあの契約社員みたいな形で、あの自分の相性のいい会社っていうのを見つける方がいいんじゃないかなと。 え大学生です。YouTube とアフィで計80万から100万を安定して稼いでいます。日本人は個人事業主ビザでオランダに移住しやすいとのことで条件から政治経済まで調べたのですが、卒業してすぐに移住するオア2、3年間だけ日本で社会人権権を組むどっちが良いと思いますか過去人間関係で散々な目にやってきたと、ブラック企業が怖いので、就職は結構消極的です。えっと、今、大学生だとしたら、新卒でここだったら行ってもいいなっていうところだけ受けて、で行ってみて、あ、やっぱクソだわって思ったらさっさとオランダに行ってください。 あの、新卒じゃないと入れない会社っていうのがあって、まあ大企業なんですけど。で、あの大企業ってブラック企業率だいぶ低いんですよ。あのまあ、そのブラック企業、その要はあの上場してるけど残業代出さないみたいな会社って、あの某 W で始まる居酒屋ぐらいしかないので、基本的には上場してる会社ってブラック率は低いと思ってください。で、それでもやっぱクソだよねって分かってからオランダ行った方がいと思うんですよね。逆にその大企業行ってみて、あれ大企業って結構ぬるま湯じゃん。で、大企業に入ってるとモテるんですよ。 要はあの、給料高い、社会的に安定してるっていうのがあって、割とあの、なんか、飲み会とか、そのなんか、コンパとか行くと、なぜか会社名だけでモテるっていうのがんですけど、その、個人事業主です。オランダ行きましたっていうのだと、モテないんですよね <laughs>。要はあの、その、オランダって、あの、めちゃくちゃみんな背高いんですよ。あの、女性の平均が170センチぐらいあるので、あの、僕、男性便所とか行っても、届かなかったりするんですよね。あの、ま、その、 男性便所、まあ、日本にあるやつは大体あの、下まで子供がするようなんですけど、その、上の方にちょこっとついてるような便所っていうのがあって、それが、あっちの男性って平均180近くあるので、あの、つま先立ちないと届かないとかあったりするんですよ。で、トイレとかに入って、じゃああの、個室に入って座ってみると、まあ、足ブランブランしてるみたいなのがあるので、なので、その、ちっちゃい子好きっていう女の人がいればもモ持てるかもしれないですけど、基本日本人が行くともうちっちゃい子扱いなんですよ。女の人が僕と大体平気同じぐらいなので。 っていうのもあるので、まあ、彼女もいて、あの、オランダ移住だったら全然いいと思うんですけど、あの、オランダでモテようとすると、なかなかハードル高いですよ。えー、スパチャ20回目ぐらいです。発達障害の特徴で嫌な記憶がずっと残ってしまうのが悩みです。私以外もその場にいた人は覚えてるだろうなと思ってしまいます。もし私が仕事中に口に含んだお茶を壮大に吹き出してしまった方があったとしたら、私は3年経ってもフラッシュバックで悩みますが、周りはどれくらいの範囲で覚えてますかえっ、ー、と、あの、 リアルで仕事中にお茶をブーって吹き出す人っていうのがいたとしたら、多分覚えてると思います。ただ問題は、その覚えてることが悪いとかじゃなくて、あの、それ覚えてても別にそれをフラッシュバックするほどの大した話ではないよねって話なんですよ。あの、うんこ漏らしましたとかであれば、それは恥ずかしいわ、さすがに僕思うんですけど、お茶拭くぐらい普通なんですよね。 別にあの僕食べてる最中になんかあの食べ物ボロボロこぼすとかあのなんか酔っ払ってあのお酒かけてでそのなんか逆入れしたとかもあるんですけど要はなんかお酒かけてワインだったんですけどでそのなんかクリーニングでかかったって言われて逆入れしたことあるんですけどまあっていう感じであの人に迷惑をかけるって結構ざらに人間あると思うんですよねでそれに比べてお茶服とかマジどうでもいいんですよ <laughs> まあコメントだとうんこも普通やでってなのがあると思うんでまああのうんこを漏らしてる人もあのコメントにいっぱいいらっしゃってるんですけどだからそのうんこ漏らしましたで周り あれなんか臭くないって言われるに比べたらお茶を拭くぐらいどうでもいいことなのでなのであのそもそも何を恥ずかしがるかっていう基準のところがちょっと微妙な気がするのであのわざとお茶を拭くとかやってるとそのうちはなこの人お茶を拭く人なんだっていうのでみんな驚きもしなくなると思いますよ。 パパチェルの血抜き味付けチャンネルさんがコメントを書いていないけどなんか上がった。えー、魚の血管にカテーテルを入れて血抜き味付けを行う唯一無二のチャンネルをやってるんですがなかなか言いません。お金かかっても構いませんので良い宣伝方法を教えてください。魚の血抜き味付けをしてるだけなのですがよく18禁動画に指定されてしまいます。出血シーンが多いからですかね。まあそれもそうなんですけど、あの、血抜きをした後カテーテル突っ込んで味付けをしてるっていうのの伝わらないんですよね。要はあの味は YouTube で伝わらないじゃないですか。 なので、あの、グッピーとかをめちゃめちゃおしゃれな色に変えるっていうのをやると思うんですよね。あの、グッピーってあの透明な魚やると思うんですけど、で、あれに蛍光塗料を入れると、蛍光塗料で光るグッピーが作れるんですよ。 で、あの、なんか、おしゃれカクテルとかで、なんか、あの、三色の、あの、カクテルとかあるじゃないですか。あんな感じで、その、グッピーに蛍光塗料を何本も入れて、その、蛍光塗料バリバリ光って、おしゃれなグッピーとか作ると、あの、リアル、あ、面白いよねっていうの、見た目でわかるじゃないですか。っていうのがあるので、なので、その、動画で戦うのでは、なんか、味は伝わらないので、なので、どうせ見た目で戦えるんだったら、その、グッピーだったり、メダカだったり、透明の魚をいろんな、色つけるシリーズっていうのをやればいいんじゃないかなと思います。 あと、イカとかも新鮮、あの、鮮度が高いと透明なので、なので、あの、イカにこういろんな色を入れて、例えば、あの、その、虎の柄を入れるので、あの、虎の柄のイカとかで、こう、ビチビチイカが動いてるとかだったら、見た目的に面白いと思うんですよね。 っていう感じで、あの、この動物にこのなんか毛皮とか色合いさえ表とかっていうのを合わせてみましたシリーズっていうのをやると、多分の動物アゴ団体とかがめちゃめちゃ怒って連絡してきて、多分ニュースになると思うんですよ。その動物をなんかいじめて、その再生数を稼ぐないかがなものか、みたいな。っていう感じでやると、割とそのニュースになって、あの、どれどれってみんなが見に来てってなるので、あの、100後に豚を食べる手法の、あの、ありうですけど、そんな感じであの、ニュースにするっていうのを意識してやってみるといいんじゃないでしょうか。 えー、親は教員になれと言ってきます。私は教育実習でなるかどうか判断するので民間も視野に入れています。親と電話するためにその話題で口論になります。親の意見を入れて就活と教員採用を掛けもする方がいいでしょうかまた私は公務省で集団の中でストレスを感じやすいし、頭の回転もそういうけどゆっ,ゆっくり考えるのが得意だと思っています。民間ならばどの業界業種がいいでしょうかえっと、まず問題は親を説得しなければならないと大人になっても思っているところが問題だと思います。 その、まあ、あの、実家だからっていうのはあるかもしれないですけど、そもそももうあの、大学を卒業したら二十歳超えてるので、あの、親には報告はする必要はあると思いますけど、その、親と口論する必要ないんですよね。だから、要は親が教員になってほしい。あ、お気持ちはわかりました。 以上ですって終わりでいいんですよ。要は、その民間がこれぐらいいいとか、先生になるのはどれぐらい嫌だとかを別にあの親に説明する必要ないんですよ。要は、親に先生になってほしいってのを聞いて、あ、なってほしいんですね。わかりました。受けたまいりました。って言って、それで僕電話切れば終わりなので、あ、電話で口論ってことは実家じゃないのか。なので、あの、卒業したら、まあ、多分もう一人暮らししてると思うんですけど、卒業したら自分の給料で、あの自分の家のあの家賃とかもあるようになるので、 なんでその親を説得しなければならないっていう考え方を変えた方がいいと思いますよ。そのあのゆっくり深く考えるのが得意っていう人ってただ民間あんま向いてないんですよ。あの正しい答えを時間をかけて言う人より正しくないかもしれない答えを即答するような人の方が世の中的にあれこの人すごいかもって思われがちなんですよ。 なんかあの YouTube とかでなんかあのビール飲みながらダラダラ喋ってるおっさんとかがいてでなんかあのこう元々あの設定してある質問をあたこも今答え、考えたかのように答えるみたいなのやってる人とかいるんですけどでああいう人とかがなぜかその考えが早いから優秀みたいな勝手な誤解をするんですけどあの普通にこう考えたりググって答え出した方が絶対正解が出るんですよなのであの時間をかけてこれが正解ですよって出した方がいいにもかかわらずそうじゃなくて適当に酔っ払ってる人がなんか喋ってるやつを聞いてるだけであ,あなんかこれ正解かもって思っちゃうこの人優秀かもって思っちゃうみたいながあるので なので、実はその、あの、ゆっくり考える系だと、研究職とかであればいいんですけど、教育実習受けてる時点で、ね、多分理系ではないと思うので、そうすると、本当にお母さん、お父さんが言ってる、み、あの、先生の方が向いてる可能性もあるので、一回ちょっと民間いろいろ面接受けてみて、あの、自分がやりたい仕事で受かればいいんですけど、研究職じゃないんだとすると、なかなか厳しいんじゃないかなとは思いますよ。営業とかやっぱりゆっくり考えてる暇ないので。 えっと、26歳独身看護師、新卒でパワハラに二2年軽食、彼氏にも振られて死に物狂いで復職し、その後唯一の肉親である母が脳梗塞で倒れ、自分も癌になり、原因不明の再発しやすい失明リスクのあるがん病になりました。えー、前を向くたびに病気で生きる気力を削がれて疲れました。前向きに生きるためのアドバイスください。 えっと、目の病気だと割と障害年金もらいやすいのと、あと、がんもあるので、ひとまず障害者年金もらって一生働かないで食うっていうところでいくと、あの、人生として上がりなので、あの、世間の庶民の方々って、基本あの、だいたい1日8時間ぐらい働いて、そう、なんかあの、満員電車とかに揺られて、そう、あの、こう嫌な思いをしてっていうのをずっとやって、なんか、あの、70歳ぐらいまで働かなきゃいけないらしいんですけど、あの、上がると働かなくてよくなるんですよね。 あの、夢の勇敢階級に行くので。なので、あの、夢の勇敢階級へのパスポートがもらえたと思って、あの、好きな趣味とかをして楽しく過ごせばいいんじゃないかなと思います。普通の人って、まあ、あの、働くのに精一杯でなかなか好きな趣味の時間で取れないんですけど、あの、上の世界に行くと趣味の時間っていうので、いろいろとあの、好きなことで時間を使えるようになるので、 でですね、あの前回、僕の知り合いの性格の悪いひげおやじっていうおっさんに、あの、なんかその、なんかそのおっさんと喋るみたいな配信をしたんですけど、で、その時にあの、ひゲオエさんが、あの、ネットフリックスでテネットが見れるよって言われて、で、あ、今日すごいいい情報を聞けて得したよありがとうって言ったんですけど、ネットフリックスでテネットを見れないのね <laughs>。あの、なんか、 6月ぐらいでは見れたらしいんですけど、あの、今見れなくて、また嘘つかれたと思って、なんでああいう平気で嘘つくんですかな、あの人。不思議ですよね。なんかあの、バレる嘘を平気でつく人って、な、なんなんだろうと思って、本当はあの、悪人って怖えなと思いました、はい。というわけで、もし興味があれば、映画とか見るといいんじゃないかなと思います。はい、えっ、ー、と、最近読んだやつだと、バーンデ どうだっけなあの、太平記を舞台になってる、あの漫画を読んだんですけど、割と面白かったので、ね、もしあの、なんか映画とか漫画とか好きだったら、そんな読むといいんじゃないかなと思いました。はい。先週ネットリックスでテート見たけど、え、そうなの日本だと見れんのあれは日本の VPN で繋いだけど、僕見れなかったけどな。見れんのマジでえ、ネットフリックスで本当にあ、じゃあ僕の VPN の性能の問題あ、ちょっとじゃ調べます。すいません。 フランスだと見れないですよね。へえー、そうなんだ。あら、じゃあ、ひよいさん嘘ついてないかもしんないのあ、その時は謝ります。じゃはい。えー、23歳、アメリカの大学に失敗し帰国しました。マーチに入る学力はありますが、卒業後、歳のせいで大手企業に入るのは厳しいでしょうか。別に、あの、能力値が高ければ問題ないと思いますけど、単にその23歳から大学入って、27歳で、他の大学生と能力差はありませんっていうと、じゃあ、あの、新卒22歳取りますよねってなるので、 なので、ちゃんと能力値は磨いた方がいいと思いますよ。 あと、ちょっとよくわかんないのが、アメリカの大学に失敗しっていうのは、アメリカの大学で何年か通ってっていうことであれば、日本の大学に編入っていう形もできるので、編入して、あの、アメリカの大学と日本の大学の、あの、合計4年でっていう形で卒業するっていうのはあれだと思いますけど。僕は、あの、日本の大学3年とアメリカの大学1年合わせて4年で卒業してるので、なので、あの、1からそのなんか、大学入り直すとかではなくて、編入っていう形で、 そのなんか4年で卒業っていう方が、まだその、あの、まあ、その変わった経歴の人っていう風に評価されるんじゃないかなと思いますけど。で、変わった経歴の方が、あの、評価してくれる会社って結構あったりするので。今日はその27歳マーチですって言われると、別にあの変わった経歴というよりは、あの、なんかどう、どうしちゃったのっていう経歴になったりするので。 え、以前、エビ中の宣伝をしたもんで、その説は読んでいただきありがとうございました。おかげさまかわかりませんが、七色という楽曲の動画は200万再生を超えました。さて、そんなエビ中、新メンバーが加入し、9人組となり初の楽曲、イヤホンライオットがリリースされました。輝くて元気をもらえる MV も公開されてるんで、皆さんぜひ見てください。ところで、ヒルクさん、エビ中ご存知なんですか一応、<laughs> 一応あの、名前は知ってるぐらいで、あの、メンバーの顔とか全然わかんないです。はい。あの、ま、AKB の人も僕、顔全然わかんないんで、何とも言えないですけど、すいません。 えー、やったことがない経験をとりあえずやってみるという人生を過ごしてきた32歳男です。えー、今まで会社を立てて社長になるという経験したことがないため、自分の会社を登記してみたいのですが、当分事業を行う予定はありません。将来10年後くらいに本当に事業を行いたくなった場合、一度会社を立てていると、税金やその他の面で不利な面ありますでしょうかいろくさんご意見聞かせください。不利な面は特にありません。で、作りたければ自分で作れるので。今だと、ほぼお金かかんないん。じゃ6万円くらいで作れるのかなあの、僕大学生の時に、 あの、会社を作りたいという目的だ、のためだけに会社を作ったんですよ。あの、なんか、どんな事業をやりたいとかじゃなくて、なんか会社って自分で登記すれば結構安く作れるらしいぞっていうのを調べて、じゃあ自分で作ってみようっていうので、で、あの、登記簿とかを自分で書いて、で、あの、登録免許税6万円となんか1万円の費用を払って、確か7万円で作ったのかな交渉人の費用が1万円か。っていう感じで、あの、会社自体って実はあの、自分一人で作れるんですよね。 ただ、あの、それを知らないでなんか行政書士とかに頼んだりする人もいるんですけど、ただ、あの、どうせ暇だったらやってみると自分で作れるので。で、まあ、昔だとあの株式会社って資本金1000万円ないと作れなかったりして、で、その1000万円の資本金というのを作るために、まず会社を作りたいんですよっていうので、銀行に会社設立用の口座っていうのを作ってもらわなきゃいけなかったんですけど、それってその信用がないと作ってもらえなかったりするんですよね。 なので、その、なかなか、あの、1000万円の、あの、その、株式会社を作るとって難しかったんですけど、今、株式会社1円からでも作れるようになったので、確かその、最初のその、あの、なんか、資本金ありますよっていう講座の登録とかも必要ないはずなので、なので、あの、個人で作れるので、暇つぶしで作ってみるのもいいんじゃないかなと思います。で、あの、過去に会社を作ったというのは、デメリットにならなくて、むしろメリットになるので、早めにやっといた方が得だと思いますよ。 え、めまして、この事件を知ってほしいことも含め質問させていただきます。9年前に東京品川区の新学校で起きたいじめ事件についての質問です。かっこ詳細内容を控えます。知名度の低い事件ですが、この事件の加害者は32人以上いて、被害者が自殺したにもかかわらず、ほとんど処分されることありませんでした。このようなクラスほぼ全員とか、学年全体レベルといった残忍ないじめはどう対処すればいいと思いますか切り抜きの方々もよろしくお願いします。まあ、知らないので、何とも言いようないですよね。人が亡くなって、 で,で、そのなんか、それが本当にいじめによって起きたっていうのであれば、その証拠を持って、あのメディアとかに行けば、なんとかなるんじゃないかなと思いますけど、で、基本的にはいじめって、ほぼクラスの全員知ってるんですよね。なので、その32人加害者という、まあ言い方になってますけど、クラス33人だったとかだと思うんですけど、まあ基本大体い,い,いじめがあるときって、そのまあ僕の世代だと40人ぐらいのクラスだったんですけど、あのほぼみんな知ってるけど、別に止めなかったっていう、その、 あの、まあ、不作為の加害者なんですよね。要は普通だったら止めるでしょっていうのを止めなかったおかげで、そのなんかいじめがどんどんあのエスカレートしてて、まあ最後はそのなんか大変なことになりました、みたいな感じなんですけど。で、いじめって基本的にそういうもので日本中で起きていることなので、で、それを取り上げてもらいたかった場合って、どういう証拠をメディアに持っていくかなんですよね。 その被害者がじゃあこういう手紙を書いてましたとか、その物があったりとか、そのなんかあの肉筆のそのなんか文章だったりとか、ビデオとか映像とかがあったりすると、これは確かにひどい事件だよねっていうのでメディアが記事にして、あのまあその世間的な盛り上がりをしやすいんですけど、ただ基本的にはメディアって儲かるかどうかで記事にするかどうかを決めるんですよね。なので、あのそんなにそのなんかあのきちんとした証拠がないとか儲からんとかの場合は取り上げてくれなかったりするんですよ。 で、あの、浅川のいじめの事件がこれだけ大きな問題になったのって、やっぱりその被害者の子の写真とかを遺族がガンガン出したからだと思うんですよね。 その、かわいそうな被害者っていう写真があって、で、こういう、そのか、ひどいいじめがありましたよ、とか、その皮を落とされましたよ、とか。で、まあ、最後はその、あの、自殺しちゃいましたよ、みたいなのが、ちゃんとその、まあ、あの、被害の状況で、こういう被害もあったし、この子ですよっていう顔写真もあるから、じゃあメディアが載せようっていうので、メディアが載せて、で、まあ、あの、SNS とかで割と流通するようになってっていうのがあるので、なので、あの、その、悪が行われて正義を追求したいということ自体は、 正しいと思うんですけど、ただメディアが取り上げない限りは結局みんなに忘れ去られてなかったことになってしまうので、メディアに取り上げてもらうためには、メディアが儲かるにはどういう情報、証拠を与えるべきかっていう視点があった方がいいんじゃないかなと思います。30代2児の父親です。いろいろな場面で有利になるのであと小学生の子供にソロバンを鳴らせたいと思ってるんですが、妻はあ,れあんまり意味がないんじゃないかと反対しています。ひるゆきさんはソロバンについてどんな考えですか子供がやりたければやらせればいいじゃないですか あの、暗算が強いことで損することはないので、あとまあその習い事みたいなところに行って、その学校の友達とは別の習い事の友達みたいなのができたりするので、あの、お金に余裕があれば習い事はどんなもんでもやればいいんじゃないかなと僕は思いますけど、ただ、あの、子供本人がそんなにやる気がない状態でやっても、あの、なんか嫌な思いをしたってことになっちゃうと思うので、ある程度興味を持って、 ててくれるかかどうかは確認し僕、そのアレルギーが出るビールとアレルギーが出ないビールがあるらしくて、あの、ギネスはアレルギーの出るビールみたいですね。はい。味的には美味しいから好きなんですけどね。 弟が離婚するか子供のために我慢するか病んでいます。奥さんの子供を叱る時の口の悪さが我慢できず、家にも帰りたくないほどで自分から離婚を切り出し、今は実家で別居中、32歳サラリーマンで平均収入、奥さんは30歳パートをしながら専業主婦小学生の子供は2人います。弟には幸せでいてほしいですが、子供も心配です。アドバイスください。 あの、よくわかんないですけど、その、奥さんが子供を叱る口の悪さが我慢できないのであれば、離婚して、片親子供二人になったとしたら、多分奥さんは余計にひどい対応を子供にすると思うんですよ。なので、あの、子供を助けたいというのが目的であれば、養育権、あ、その、子供のあの、 看護圏、日本語で何て言うんだっけ <laughs> を持った上で離婚しなきゃいけないんですけど、日本の場合ってほぼほぼ母親側にその、あの子供がつくっていうルールになってるんですよ。でその母親側がそのなんか、あの生活そもそも不能であるとか、その犯罪者であるとか、その何らかしらのその,あの疾患を抱えてるとかでもなんか親権、それ。でもない限りは基本的に母親が親権を持つことになっちゃうんですよ。で、あの日本の場合単独親権なので母親が親権を持っちゃうと父親がほぼ会えないと。 あなんかルール上会えるような形になってるんですけど、実際母親側があの合わせないようにしようと思ったらいくらでもやり方があって合わせないようにすることができるんですよ。 っていうのがあって、その子供を助けるためであれば、むしろ離婚をするべきではないと思うんですよね。まあ、その母親側がその、あの、親権を持つには、ふさわしくないという証明ができるようになるんですけど、でもその、あの、何らかしらの疾患を変えていますとか、なんかすげえ借金売ってますとか、そうじゃないのであれば、子供のためであれば離婚をしないという方で選んだ方がいいんじゃないかなと思います。あと、叱る時の口の悪さっていうのをチャット録音して、自動相談所に連れていくっていう手もありますけどね。 要はその、これはさすがにまずいでしょうって自動相談所が認めるような言い方をしているのであれば、それが自動相談所からの指導が入って、自動相談所の指導が入った過程という形になるので、親権争いをした場合にそこが有利になったりする場合もあるので、なのであの、どれぐらいひどいのかっていうのが客観的にわかるような証拠を貯めとくっていうのも、まあもし離婚して、その子供の親権を奪い取りたいと思うのであれば、そういう形もあるんじゃないかなと思います。 地球の蜂蜜はなんで安いんですかなのじゃ。蜂蜜は蜂さんがお花から集めてくるゆえ、もいもい製ではとても貴重なのじゃ。でも地球に行くと1キロ4 0 0円で売れているのじゃ。どういうことなのかなのじゃ。もいもい製でもたくさん作れるのじゃ。なんでそれ最後クエスチョンマークなんだろうね。作れるんだったら作れると言い切ってくれればいいと思うんですけど。まあ、基本的にはその、勝手に蜂が取ってきて、で、それをあの、奪い取ってこう瓶に詰めるだけで売れるので、なのであの蜂蜜って大体人件費なんですよね。 あの、要はその蜂自体は、ま、あの、勝手にその植物から蜜を取ってきて、勝手に食い物を取ってきて、で、あの、蜂蜜を作ってくれるので、蜂蜜でかかるコストって、ま、基本的にはその、養蜂園の人件費がコストとして上乗せされていくので、なので、あの、日本の蜂蜜が安いのって、日本の人件費が安いんですよね。なので、あの、結局その、ま、あと中国の蜂蜜とかも安いんですけど、 で、なので、その、なんで安いかと言われると、あの、日本は人件費が安いからっていうこところに落ち着いちゃうんですけど、とはいえ、あの、蜂蜜最近だんだん世界中で減ってたりするので、蜂蜜っていうか、正確に言うと、あの、蜂が減ってたりするんで、 ね二ヶ月前ぐらいにアメリカの蜂が、あの、すげえ減ってるんだけど、あの、蜂蜜の作ってくれる蜂がなぜ減ってるかというと、過労死なんじゃねっていう話をしてるので、もし興味があれば、多分過労死蜂蜜広行きとかで検索すると、あの、切り抜きが出てくると思うんですけど、要はあの、 蜂蜜屋さんってまあその中国が安く売ってるので、基本的にはその中国の科学で戦わなきゃいけなくなるんですけど、で、それだけだとちょっと蜂蜜工場、その蜂蜜農園としてやっていけないので、蜂にアルバイトをさせたりするんですよ。アメリカの場合だとそのアーモンド畑とかに蜂を持ってって、で、そのアーモンド畑で蜂がそのアーモンドの受粉をすると。で、受粉をして、で、始粉が終わったらまた元の場所に戻すみたいなことをやるんですけど、 その、目の前に蜜と花があると、蜂ってめちゃめちゃ働くんですよ。何にもない時は全然やんないんですけど、目の前に超花いっぱいあったら、うわ、すげえ、花じゃん、花じゃんって言ってめちゃめちゃ働いちゃうので、で、通常であれば、その、要はあの、養蜂園から動かさなければ、養蜂園の周りの花はだいたい取り終わるので、サボり始めるんですけど、その、あの、その、アーモンド農園とか連れていくと、花だらけだからみんなめっちゃ働くんですよ。っていうので、どんどん働かして、過労死してるんじゃないかっていう、そんな話を愛しました。 だいたい説明しちゃったね、今。はい。え、24歳個人事業主配達員年収1000万。もう少し欲しいので、防水屋で1500万を目指すんですが、現場仕事に対する福機さんの見解をお伺いしたいです。えっと、別にあの、現場仕事自体は全然いいと思うんですけど、ただ、年収を早く、あの、高くしようとした場合って、自分自身が働くんじゃなくて、他人をいかに働かせて、そこから金をちょろまかすかっていうのを考えた方が、収入って増えたりしますよ。 今その、えっ、ー、と、すげえ能力があって優秀な人だから2000万稼げますっていう人より、その、あの人をうまく使って自分はあんまり働いてないけど、あの年収が2000万ありますっていう人の方が世の中多いんですよ。あの中小企業の社長とかって大体そんな感じで、自分自身はそんなに働いてないけど、社員の人たちが一生懸命売り上げを上げて、でそこをかすめとって社長は年収2000万みたいな方が多いんですよね。 あの、個人だけで、そのなんかすげえ2000万級の仕事をしてますっていう人ってそんなに多くないので、なのであの、お金自身、そのなんか、まあそういう作業が好きですとか、この仕事がしたいですとかじゃなくて、お金の目的ですっていうのがあれば、早めに他人を使って金をちょろまかすっていうのを覚えた方がいいんじゃないかなと思います。 えー、工場の自動化の営業をしているものです。海外の新しい B2B の営業スタイルや、ひろゆきさんが B2B の営業をどのようにすればうまくいくか考えを期待です。特に完全な新攻撃に対しての顧客の攻略に関してです。専門外だと思うのですが、自由に話していただけると嬉しいです。まあ、その、B2B がよほど特殊なのでない限りは、ひたすら Web ページをきちんと作って、水曜対策に金かけまくりますね。 要はその、うちの商品買いませんかっていうのを手当たり次第行くよりは、その、ま、あの、こういう問題点があってそれを改善したいと思ってる人っていうのが、ま、多分検索してるだろうっていうものに、その人たちが検索してうちのページに引っかかるようにするっていう方が、長期的にはコスト安くなると思うんですよね。要は営業かけるのって人件費が必ず買っちゃうんですけど、ウェブページちゃんと作って置いておくと、あとはその、 継続することにコスパほどとかかんないじゃないですか。サーバー代ぐらいしか。なので、あの、ひたすらその人件費をかけて、その捕まえに行くよりも、その街の営業の方がコスパはいいんじゃないかなと思いますけども。えー、スカウト会社に就職しようか、就活しようか迷っています。なんで就職と就活を別に切り分けて書いたんだろう え現在、スカウトで月収150万あり、今更昼食をやるのもあれだなと思うのですが、学歴を活かし大企業に潜り込むべきでしょうか ?30 代になって大きく稼げるのはやはり昼ン道でしょうか えっと、今までそのスカウト、多分風俗系のスカウトだと思うんですけど、スカウトをやっていて、で、そのスカウトを個人でやってるので、まあ個人でバックをもらって月に150万くらいもらってるんですけど、その会社に入ってやろうか迷ってるって話なんですけど、あの会社に入ったとしても、自分の取り分減るだけですよ。あの、えっ、ー、と、地域によってはある程度、その、 自回りのヤクザさんにお金を払わないと、捕まってボッコボコにされる文化があったりする地域もあるので、そういう場所であれば、そのスカウト会社に所属することで、あの、ボコボコにされない代わりに20、20%自分の取り分を払うみたいなのは成立すると思うんですよ。で、ただ今もう個人でやってらっしゃる場所であれば、そういう自回りのヤクザさんにやられたってことがない人だと思うので、なので自分でずっとやり続けた方がいいと思いますよ。 ただ、その、まあ、まあ30より前なんだと思うんですけど、あの、その30代になって大きく稼げるかどうかでいくと、昼の方、道の方が稼げると思うので、いつかの段階で昼の道に行った方がいいと思うんですよ。ただ、その、スカウト会社に入るんじゃなくて、普通の昼の会社に入った方がいいと思うんですよ。要はその、異性に対して声をかけるっていうのがすんなりできるっていうのは、割とその営業のスキルはあると思うので、なのでその女性向けの商品を売るだったりっていうところの、 営業の方に行けば、割とそのスキルは活かせると思うので、なのでその、スカウト会社に就職するとか、就活するとかじゃなくて、あの、普通にその、あの、夜の、まあ、スカウトで稼ぎながら、昼ちょっとした仕事をしつつ、その昼の仕事の稼ぎ方っていうのをやって、そのバランスを見るといいんじゃないですかね。まあ、40ぐらいまでは、スカウトでなんとかなるかもしれないですけど、コロナ禍もあるので、なかなか安定はしないんじゃないかなと思います。 えー、コレコレさんのモノマネをやりながら YouTube ライブをやっているヤレヤレと申します。<laughs> ひでえ名前だな。コレコレさんモノマネ効果で登録者2500円人ほど増えました。ひろゆくさんにもひろゆかなりさんみたいな優秀なモノマネで成功している YouTuber がいますが、私ヤレヤレがもっと成功するにはどうしたらいいんでしょうかえっと、まず、ひろゆかなりさんが成功してるかどうかっていうところで、かなり僕は疑問点を持ってるんですけど、あの、何をもって成功してるというんですかね。<laughs> あと、全然関係ないですけど、あの、 僕、そのクラブハウスでやるときに、あの、広きという名前でやってるんですけど、で、あの、クラブハウスで広ないさんが、広ないという名前でやってるんですけど、クラブハウスの設定上、4文字以上の人って、最後の1文字が点点点になるんですよ。なので、広きだと4文字で表示されるんですけど、広ないだと、広ゆ点点点になるんですよ。 要は、家内の部分が点々点になっちゃうので、なので、たっとみそれが広行きだと誤解する人が結構多いらしくて、そのせいで、あの、こう、広行きだと誤解する人がそれを見て、あの、誤解したまま帰るみたいなのがあるらしいので、クラブハウス面白いなと思って見てました。以上です。あ、全然アナバイスしてないですね。えというわけで、と、やれやれさんが成功するかどうかで、多分2種類の方向があって、その、広行か家内さんって僕のモノマネはしてるんですけど、僕と関係ないんですよ。 なんかその、僕がやらなそうなことをやったりとか、あとその、あの、ひろゆきとこ、何々が討論したらみたいなのを、まあ、僕がやらなそうなことをやってるので、それはそれで面白いっていう付加価値なんですよね。要はその、えっ、ーと,えー、と、えなりかずきのモノマネみたいなのやる人いっぱいいるんですけど、その、真面目そうなえなりかずきさんが言わないような汚らしい言葉を吐き捨てるみたいなの,の方が、やっぱり見てる側は面白いんですよ。 そのなんか真面目で高青年であるえなりかずきさんがなんかあのひどい罵倒を女性にするみたいなのを声だけ聞いてるってえなりさんが本当に言ってそうみたいな方が面白いじゃないですか。っていう感じのひろゆかないさんをやってるんじゃないかなと想像して喋ってます、ね。はい。 え、東日本大震災の時、避難警報が出た時、近隣住民が各事業者に避難するよう声掛けをしましたが、避難しない会社が存在したようです。避難しない理由で多いのは、これまで避難警報が出ても何もなかったからという理由が多いようです。えー、津波避難は各自自分だけですぐにが基本ですが、会社の社長が大丈夫だから行かなくておいと言われた時に、広木さんならどう言って角を立たずに避難しますかまた逆に社長だけ残ると言い出す時はどう説得しますかえっと、まず、あの、 社長に納得してもらう必要があるとか、その社長を説得しなきゃいけないっていう時点で考え方間違ってます。あの、何か避難警報が鳴った時は何も言わないで走り出してください。そ要は、あの、気づいてない人がいたら避難警報鳴ってるよっていうのを伝えるべきなんですけど、そこでどう避難するかとか避難して良いですかとかって確認したり説得をする時点で間違ってます。 なので、その ET さんは社長が間違ってると思って説得しなきゃいけないと思ってらっしゃるかもしれませんけど、説得しようと思ってる ET さんが間違ってます。やるべきことはさっさと逃げることです。以上です。えー、高卒公務員です。あと2年で辞めて昼間の経済系の大学に行こうと思っています。好きなことは経済とかでありますが、やりたい仕事がないです。大学に行ったら何か見つかると思いますかいいえ。 やりたい仕事なんてない人の方がほとんどですよ。あの、基本的にはあの、やりたくないことやってお金をもらうので、あの、お金がもらえるっていうだけでいいんじゃねえのって思った方がいいですよ。そのまあの、なんかずっと続けるとその心が削れてうつ病になりますみたいな仕事だときついと思うんですけど、なんか嫌だな、この仕事って思うぐらいは結構普通なので、 要はあの嫌なことをやるからお金をもらえるわけで。で、その社長っていうのは自分がやるのが楽しかったら自分でやるんですよ。で、自分がやりたくないから誰か人を雇ってお金を払ってやってもらったりするもんなので、なので基本的に仕事は誰かのやりたくないことなんじゃないかなと思いますけど。 え、先日、友人といじめの話になり、いじめる側の人の行動は同じでも、いじめられる人の感じ方でいじめかどうか決まるので、いじめになったり、いじめにならなかったりしますということは、いじめの本質は、いじめられる人が原因なのでしょうか。えっと、本質ではなくて、あの、加害者がいるということは、被害者もいるって話で、要はその、ま、いじめというのは、加害者と被害者がいるんですけど、被害者が、俺被害者ですって言った瞬間、それはいじめだし、逆に言うと、その、加害者が、あの、自分が何にも感じなくて、で、被害者も被害 って言ってなければそれはいじめではないんですよなので別にあのいじめられる側に原因があるとかではなくてあの複数の人が関わって起こる物事の場合は複数の人がいないと成立しないので被害者がいないと成立しないしいじめられる人がいないといじめが成立しないって話で別にその原因がどちらかっていう話じゃないと思います え、セキュリティエンジニアで新卒3年目です。給料を福利構成は良いけど、スキルレベルは低い会社で働いれています。スキルを身につけたいですが、スキルが身につく企業に転職すると、2、300万は年収が要りそうです。休日にやられ、サーバーへのハッキングや CTF などに探していますが、転職したらもっとスキルが身につくのかと思っています。転職するべきでしょうかしないべきでしょうかえっと、あの、2、300万変わるんだったら、何のために転職するかなんですけど、例えばじゃあ、その、スキルが手に入るために、 300万払いますかっていう話じゃないですか。で、毎年毎年300万払い続けるわけですよね。そのスキルを手に入れるために。それめっちゃ損じゃないですか。10年で2000万とか3000万ですよ。で、何かスキルを得たいと思えば、自分で土日の暇な時間とかにやればいいじゃないですか。なので、なんかあの、そこにお金を、要はあの、年収が下がるということは逆に言うとお金を払うっていうのと一緒なんですよ。 なので、なんかそこら辺でちゃんとお金を残して勉強するっていう方向で考えた方が得なんじゃないかなと思いますけど。例えばその会社に入ったとしても、その自分の本当にやりたい職種につけなかったりして、なんかスキルがつくと思って転職したけど、別に全くスキルのつかない業務には、なんか割り当てられちゃいましたみたいなパターンもあるので。なので、今の状況でプラスになる方向で考えた方がいいんじゃないかなと思います。 えー、将来政治家になって日本を大幅に改革して立て直したい高校生です。無理です。えー、まず日本の教育制度に腹が立ちます。日教生や教育委員会、文科省が邪魔です。思考帝のように急な改革は失敗すると思います。その影響が日本人だとさらに大きいと思います。真面目なアドバイスをいただけるとありがたいです。えっ、ー、と、あの、まず日本の場合って、その政治家の人たちがこう、 国会で50%以上の人が法案に賛成すると法律が作られるんですよ。なので、例えばたまたま総理大臣になったとしても、あの、法律作れないんですよ。なので、例えばあの、日教祖とか教育委員会とか文科省っていうのは法律で決まってるので、その法律を変えることはできません。たまたま総理大臣になったとしてもね。で、じゃあ総理大臣になったから色々自由にやるぜって言って自由にやろうとしたとしても、国会議員が お前ムカつくわって言ったらすぐクビになっちゃうんですよ、総理大臣って。要はその総理大臣っていうのは国会議員の半数の人がお前総理大臣になって投票するとなるので、逆に言うと国会議員の人たちがお前総理大臣無理、辞めさせるわっていうと簡単に辞めさせられちゃうんですよ。 あの、不信任決議案っていうのがあるんですけど、で、不信任決議がされた時に、じゃあ国会解散するわって言って、解散をすることで嫌がらせをすることは可能なんですけど、不信任の決議が出た時点で総理大臣を継続することができなくなってしまうんですよ。なので、その、政治家に一人がなったとしても日本を変えることはできません。なので、もし日本を変えたいのであれば、国会議員の半数を変えなければいけません。 で、国会議員ってどうやって決まるのっていうと、日本の有権者の人たちが投票して決まるので、そうすると、日本の有権者の人たち50%以上が日本を改革したいと思わない限り変えることはできません。なので、その日教祖とか教育委員会とか文科省っていうのをなくしたいのであれば、日本に住んでいる有権者の半分以上の人が日教祖や教育委員会や文科省をなくしたいと思わないと成立しませんと。 で、今、高校生だと思うんですけど、もう日本の平均年齢って49歳とかなんですよね。なので、あの、残念ながらお父さんよりも年上の人たちが50%以上を占めてるので、教育とかマジどうでもいいと思ってるんですよ。 なので、教育ということをテーマにして投票してくださいって言っても、残念ながら政治家は受かりません。むしろその、あの、年金を増やした方がいいよねとか、消費税減らした方がいいよねっていう方が、あの、全然分かってもらえるので、じゃあそういう人を投票するわってなっちゃうので、なので、残念ながら日本国内で高校生というか若い人がいくら頑張ったとしても、日本を変えることは、 できないんじゃないかなと思いますけども。なので、もしやるとすると、平和的な方法ではなく、クーデターみたいな形しかないんじゃないかなって言ってしまうと、本当クーデターを進めることになってしまうので、どうかなと思うんですけど、で、あの、日本全体を変えることはできないんですけど、あなたの生活とあなたの周りの人を幸せにすることはできるんですよ。要はその、日本が、じゃあもうこの先未来ないわ、こんな国と思ったら、好きな国に行けばいいんですよ。 要は日本よりいい国に移動して、で、そこの国で生活して、で、じゃあ自分の周りの友達とか親戚が、そのなんか良くない国にいるんだったら、それを呼び寄せて、こっちの国で一緒に幸せに暮らそうよっていうのをやればいいわけじゃないですか。なので、あの、アメリカに住んでる中国の人っていっぱいいるんですよ。要は、中国やべえって思って、 あその中国やべえと思ったアメリカに移住して、で、アメリカで仕事をして、で、中国の家族を呼び寄せて、中国で幸せに暮らしますっていう人はいっぱいいるんですよね。っていう感じで、そのやばい国を変えるんじゃなくて、やばい国から逃げ出すっていう方が、割と世界の人たちがやってることなので。なので、あの、高校生の方がいくら頑張っても難しいので、そこら辺は、あの、海外に行けるっていうのを増やした方がいいんじゃないかなと思います。 えー、フォーチャンコインという仮想通貨が昨日から IC を開始しました。こちらフォーチャンネル上で使用していく話しないなどしたのでしょうかいいえ。検討の余地ありでしょうかないです。えー、開発者はテレグラムでひろゆきさん連絡を取ったと言っています。僕、テレグラムのアカウント公開してないので、それ多分違う人じゃないですかね。えー、管理人のひろゆきさんの話せる範囲での見解を聞きたいです。えっ、ー、と、勝手に名前が使われているので、いざとなったら訴える可能性があるので、ご注意くださいっていうのが公式見解になると思います。 えー、子供を産みたいけど結婚したくない25歳女です。結婚する覚悟がないなら子供は産まない方がいいでしょうかいいえ。結婚したくない理由は男性や性行為が苦手だからです。ただ周りの人たちを見ると家庭環境ってとても大切だと思います。家庭環境が悪かった人はコロは満たされないように見えます。でも母子家庭で育った友達は大人になると落ち着いているように見えます。何か母子家庭の子供の傾向などご存知でしょうか友達結婚、か LGBT の人向けの性行為のない結婚も考えています。 えっと、あの、母子家庭で、その、旦那さんが亡くなってしまったっていうパターンもあるんですけど、あの、離婚して母子家庭の方が割合としては多いんですよね。で、あの、残念ながら離婚した場合って、嫌なことが起きた場合に、旦那さんの、元旦那さんの悪口を言ったり、原因を元旦那さんのせいであるというふうに子供に言う親は多いんですよ。 例えば母子家庭で、まあ、あんまりお金がありません。お金がない理由は、その、旦那さんが悪さをしたせいで、離婚することになり、それでうちにお金がないので、悪いのは元旦那ですよ。要は、あなたの父親が悪いんですよ。っていう形で、そうすると、その父親と一緒に生活をするっていうのは嫌だよねとか、例えば、じゃあその DV がありましたと。なので、そのお父さんが殴ってくるので別れたんだよってなると、じゃあお父さんみたいな人と一緒に住むと殴られるんだ、みたいになって、その、 男性と一緒に生活をするというのは悪いことであるとか、男性と一緒に生活をすると足が引っ張られるみたいなのを子供のうちから言われ続けてるので、割とそれが本当のことだと信じ込んじゃったりする可能性が高いんですよね。 で、世の中には、あの、夫婦仲良く暮らしてるところもいっぱいあるんですよ。で、あの、別に男の人と暮らしてて幸せに過ごしてる女の人もいっぱいあるし、あの、その、お父さんお母さんいて子供もいて幸せに暮らしてる家庭もいっぱいあるので、別にその男性がみんな悪いやつなわけではないんですけど、ただ、 その、要は、自分の家庭っていうのが、まあ、基本的にはその、影響を一番大きく受けるので、母子家庭の人ほど、その幸せな家庭というよりは、旦那さんと過ごしたことで大変なことになったっていうところで、あの、影響を受けやすいので、仕方ないんじゃないかなと思います。で、その男性嫌いっていうのはあると思うので、ただ、あの、子供と過ごすというのは、あの、まあ、年齢の制限もあるので、その、なんか、精子提供を受けて子供だけ産むっていうのはやってみてもいいんじゃないですかね。 別にあの、男性と一緒に生活をしなくても家族とか家庭を作ることはできるので、なのであの、ご自身がそんなに嫌であれば、その男性を絡まない形で家庭を作ってみるといいんじゃないでしょうか。ただ日本だと結構難しすぎる、その制度的に難しい面があるので、あの、他の国行っちゃった方が楽かもしれないですけどね。例えばそのフランスとかだとあの、同性同士でも一応あの、婚姻と同じような権利が持てるっていうのがあるので、なのでそれで養子を受けるっていう形で、 あの、子供もいて、その、女性、女性が親で、子供がいるという、その家庭も一応可能なので。なので、そこら辺、あの、他の国に行った方が、あの、制度としてやりやすいかもしれないので、あの、そういう国に行くっていうのも、あの、選択肢としてあるといいかもしれないですね。ひろゆきさん、こんにちは。現在も日本では大麻に厳しい社会ですが、大麻の代わりの香水を身につけて,て逮捕されてしまうのでしか、いいえ。原料に大麻は使用されていません。販売元は問題ないと言っていますが、何か警察にちゃをもつけられて逮捕される可能性あると思いますか えっと、あの、匂いがしているという時点で逮捕されることはないんですけど、ただ確実に警察官に声をかけられるっていうのはあると思います。で、声をかけられた時に不審なことをした場合とか、その荷物を提示しなかった場合に、あの、 その場から移動できないような状態にされて、逮捕ではないんですけど、ずっと話を聞かれて、で、そこから離れようとして、手を振り,振りほどいたりすると、公務執行妨害という形で逮捕されるっていうのになるかもしれないので、あの、リスクがあるだけでメリットがないので、あの、いちいちそんなのつけない方がいいんじゃないかなと思います。 えー、彼女の姉と深い関係になりたいと思っています。ひルクさんならどうしますかアドバイスお願いします。マジで。えっと、まず、あの、姉と直接連絡を取れる手段っていうのを取って、で、姉が自分に好意を持ってるのか確認してみてください。で、もし好意を持ってないのだったら100、100%無理です。で、もし好意を持ってるのであれば、あの、姉にその旨を伝えてください。付き合ってる状態で。 で、付き合ってる状態で伝えたときに、その完全拒絶ブロックで終わりなのか、そういうのは良くないよっていうのかで分かれます。要は完全ブロック拒絶連絡取れないであればもう不可能です。ただ、そういうのが良くないよって言ってる時点で、本来であれば連絡をしなければ済む話なのに、あえて連絡をし続けてるっていうのであれば、ひょっとしたらそっちの道はあるかもしれないので、 なので、妹さんと仲悪くなって別れて、お姉さんと仲良くするっていうのは、可能な可能性があるので、そこら辺の確認をしてみるといいんじゃないでしょうか。えー、こんばんは、過去に産法人会科助手寮の管理になりたいとおっしゃっていましたが、慣れましたか慣れませんでしたね。別 <laughs> になろうとしたことはないんですけども、はい、すいません。<laughs> まあ、あの、えっ、ー、と、昔出てた、設定性ゲームのっていう動画で、 あの、産婦人会医とか女子寮の会員なったら面白いよねって話をしてたんですけど、でも多分面白いと思うんですよね。飽きるんですかねわかんないんですけど。<laughs> はい。まあでもこういう考えをしてる人は慣れないと思うんですよね。 えー、某地方中小都市に暮らす地方国立大学部の1年生です。私はいわゆる地域枠に一郎の末に入学しました。地域枠とは小学金を受け取る代わりに県内で指定の診療科で11年医療に従事する義務を負うというものです。ちなみに自体や退学は原則として認められていません。私は義務年限終了後、首都圏に適切したいと考えています。しかしある意味地元を裏切る行為なので人から後ろ指される事態になるのではないかと思っており、不安が止めきれません。こんな件解消医療機関はどのように思われますかえっと、まず、あの、 お医者さんがどの枠でその大学に入学したかどうかなんて知ってる人はいません。で、お医者さんがどの大学を卒業してるかどうかっていうのを知ってる人すらいません。なので、あの、義務を守らなかった場合に、その大学の学費払えよって言われて払わざるを得ない場合もあるんですけど、別にあの、義務が終わった時点で、あの、都会に行ったとしても、誰も知らないさえ。あの、それおかしいよねっていうのを、後ろ指さしてしただきいいません。だってわかんないんだもん。何枠で入学したかのって。 なので、いえいえ違いますよって言ったら、それで終わりです。要はその、地域枠ですよねって買いに行ってきた人がいて、いえいえ違いますよって言った時に、地域枠である証明というのを他人がすることって不可能なんですよ。あの、この話前にあの、小池さんの、あの、小池都知事の学歴の話でもしたんですけど、あの、他人が学歴を証明することってかなり難しいんですよ。 あの、ま、今時、例えば、じゃあ、その、慶応大学卒業ですっていう人に、慶応大学に、この人卒業してますかって確認しても、個人情報っていうのを盾にされて、そこに卒業生かどうかの確認って取れないんですよ。要は、その、大学を通ったかどうかすら卒業、確認が取れないので、で、さらに、じゃあ、学部がどこかも確認も取れないし、じゃあ、その、入学した時の枠が一般枠なのか、地域枠なのかは、赤の他人が確認を取る手段はないんですよ。 要は仮にそれで確認が取れて証拠があったとしたら、個人情報を流出させたよねっていうので、むしろその大学が罰則を受ける話になっちゃうんですよ。なので証拠を取ることは不可能って思った方がいいんじゃないかなと思います。で、その卒業証書って出したとしても、何枠で卒業なんて書いてないんで、なので卒業証書を仮に見たとしても、どういう枠で入学したか絶対わかんないので、なのであの違いますよって言い続ければいいんじゃないかなと思います。 えと、精神発達障害41歳障害者枠パートで障害年金もらってます。思いつくでいつもお世話になっているある業界のプロの方と企画話をしました。コロナがかけたら面白い企画ツアーができそうです。ただツアーをするには会社を立ち上げるか企画を旅行会社に投げるかの選択とコロナの課題が、課題があります。えー、コロナはともかく会社を作るのと小さな旅行会社に投げるのではどちらが良いと思いますかちなみにそのプロを曰く誰も手を出したことがない分野らしいです。私の資産は300万くらいです。 えっと、あの、旅行業の場合だと、あの、会社を作ったとしても意味がなくて、えっと、その国内で企画旅行をするのであれば、えっと、国内旅客事業管理責任者の資格を取らないといけないので、その資格を持ってない人が会社を立ち上げたとしても、残念ながら、あの、そういう事業はできません。んで、会社を立ち上げた後に、保証金として国内だと700万円ぐらいを、 国に予託するか、もしくはその旅行業協会に加入して、毎月、毎年10万円とか払わないといけないので、結果としてその自分たちで資格を取って会社を作るよりは、多分小さな旅行会社に投げた方がいいと思うんですよね。僕、そのあの、国際の方のあの、全国の方のあの、旅行取扱い管理者の資格を持ってるので、なのであの、旅行代理に立ち上げるのはすげえめんどくさいからやらない方がいいっていうのを、 あの、肌身を持って知ってたりします、はい。要は同じような感じで、こういうのやったら楽なんじゃねえと思って資格を取ったんですけど、あの、海外旅行で同じようなことをやろうとすると、7000万円ぐらいかかるんですよね。7000万円ぐらいをあの国に委託するか、もしくはあの、その、あの、旅行業協会っていうところに、その毎年あの、何十万円か払わなきゃいけないんですけど、 で、そこのの工業協会っていうところの会長が、和歌山県に住んでる、あの、二階さんっていう政治家で、で、なんか毎年、2年間で4000万円ぐらい献金してたんですよね。なので、なんか僕がお金を払うと、二階さんにお金が行って、で、結局、なんかその、で、なんか Go、GoTo トラベルやれゴー t ルトラベルをやります、みたいなことになったりするので、なんかお金を払って、そういう悪いことに使われるのは嫌だなって僕は思うので、なんであんまそういう協会にお金を払う気はないです。 えっと、こんばんは、通信制高校に通ってる男子2年生です。保育園の頃から警察官が夢で高卒、専門卒か大卒になるかで迷ってます。理由は人生に一度きりの大学生活が楽しそうだなと思ってるからです。でも大学卒だと勉強範囲や倍率の難易度があるのでそこで悩んでいます。というか、アドバイスをください。えっと、F ランだったら別にあの、名前書ければ受かるので、大学行っといた方がいいですよ。あの、就職するとの大卒っていうだけで、就職のあの、ま、あの、面接までは行ける確率が上がったりするので。 まだお金があるんだったら大卒をお勧めします。えー、スリーオーツという映画を見てインドに非常に興味を持ちました。また貧富の差がやばくムンバイ以外は治安が微妙らしいですが、今後先進国並みに発展していくでしょうか。またインドのインデックス投資はどう思いますか。えっとあれですよね。あの宇宙人役やったりとかで結構有名な俳優の人があのえっと理系の大学に入学して。 で、割とその優秀な成績で卒業したんだけど、その後消息不明になってしまって、で、あいつに会いに行こうぜっていうので、あの、どうしようもないその同僚たちが、そいつを探しに行って、地元に行ってみて、その名前のその地元に行ってみたら、そんなやついねという事実にあたり、あれあれおかしいなっていうことで、まあいろいろ調べてって、最終的にその同級生が見つかるっていう。 結構あれいい映画なんで、あの、おすすめトップ役に多分入ってると思いますけど、で、あの、インドの貧富とさ、めちゃめちゃ激しいんですけど、ただ、あの、あの、人はなぜ困るのかっていうところで、あの、まあ、ガシもする人もいるし、あの、ま、すごい困ってる人もいるんですけど、ただ、インドの人たちの考え方って、それが当たり前だよねって思ってるので、 不幸かっていうと、そんなに不幸ではない気がするんですよね。で、インドの治安がいいか悪いかで言うと、僕はインドで旅行してて治安悪いなと思ったことないんですよね。あの、多分金持ちっぽい格好をして、その歩いてたら、なんかあの、殴られて腕時計取られるとかっていうのがあったと思うんですけど、僕そのあの、北大格好で金上のものを一切持たないで、あの、夜中とかもダラダラ言うてるので、別に襲われたりしないんですよね。 だと、インドって、あの、そっから中に人いるんですよ。あの、要は、治安が悪いところって、人があんまりいないから襲われるんですけど、インドって、家がない人が、ザラにいるので、路上に必ず人がいるので、悪いことすると、結構みんなが見てるんですよ。なので、あの、誰にも見られないで犯罪をするって、インドの都市部ではかなり難しいんですよね。 なので、あの、夜中でも全然あの人いるので、なので、あんまりその治安が悪いとか危険だって僕、インドでは思ったことないですね。まあ、あの、軽かったとかですけど。で、先進国の民に発展していくでしょうかっていうのでいくと、あの、発展しているところはすでに先進国のみです。ただ、その、あの、日本みたいにみんながみんな家に住んで、そのクーラーのある家に住んでっていうのになるかっていうと、インドはなりません。で、それをインド人も目指していません。 なので、その要はあの、みんながいろんな仕事をして転職して、そのなんか社会を良くしてって、社会ってこういう形で発展していくよねっていうのを当たり前だと先進国の人たちは思ってるんですけど、インドの人たちって、その自分たちの宣伝前からの生き方が当たり前で、それを続けることが正しいと思ってる人は結構多いんですよね。なので、あの、そのインドの青山と呼ばれるような地域っていうのに行くと、 あの、自動ドアの店は一切ないんですよ。で、あのこの足前にもおっしゃってますけど、その、ドアを開ける係の人っていうのがいるんですよね。で、ドアを開ける係の人っていうのは、誰でもなれるわけじゃなくて、ドアを開ける係の一族の人がなるんですよ。その、ドアを開けるっていうのを他人のために開けるっていうのが、その人に対するサービスなので、自動ドアというのは失礼であるっていう考え方があって、で、 その、ドアを開けるということは、ドアの鍵を持つ。で、誰を入れてもいいとか、こいつは入れちゃいけないとかっていう、その店のセキュリティの責任も持つんですよね。要はあの、犯罪者の一軍とかっていうの入れちゃまずいじゃないですか。なので、その信用できるやつをドアマンにしなきゃいけないっていうのがあって、ドアマンの一族に仕事を頼むんですよ。 で、そのドアマンの一族の多さに、あの、こういう店なんだけど、ドアマンを派遣してくれないっていうと、その一族の中から誰かが派遣されるんですよ。で、そいつがトラブルを起こしたら、一族が責任を持つんですよ。なので、その、仮にその鍵を使って悪用して悪さをしましたっていうのが分かったら、その責任は一族が負うんですよ。なので、一族が損害賠償をするので、そのドアを開ける一族にお金を払っている限りは、悪さをする人がいないっていう安心感があるんですよね。 っていう感じで同じ仕事をし続けるっていうので、で、ドアを開けるっていうのが不況になりましたってなったとしても、それは一族で仕事をしてる奴が他の一族を食わせるんですよ。なので一族の誰かが仕事を受け取っていれば、そいつがその一族にお金を払って、その、あの、食べ物を買ってきたりするので、なんでその、失業したとしても、じゃあこの店がじゃあなくなりました、俺失業しましたって言っても、安心して子育てとかできるんですよ。 要は自分が失業したとしても、他の店が開いてるわけだから、他の店のダーマンがその食い物を持ってきてるので、一族としては困んない。なので、その自分がクビになることっていうのは別にそんなに困ることないんですよ。なので、店が潰れたとしても別に構わないよと。要は、あの、店が一切なくなったとしたら、その一族困るんですけど、まあ、店はずっと続くよねと。で、その、じゃあタージマハールとかでも、そのタージマハールって有名な観光地があるんですけど、あれもそのタージマハールを修復する一族っていうのがあるんですよ。 で、そのタージマハルを修復する一族っていうのが、その、あの、まあ、石灰でタージマハルって作られてるんですけど、その石灰にいろんな色の石灰を接着剤とかを使わずに埋め込んで装飾をするっていう技術を持ってる人たちなんですよ。ではその 石を正確に切り取って削って、はめ込むことで、そこで固定されるっていう技術をもうずっと、その、先祖代々、伝統的に、その、あの、教えてる一族で、他の人たちがそれできないんですよ。で、その人たちがずっと修復をし続けていて、で、その、まあ、あの、タジアマールの政府がお金を払ってるので、その一族はずっと食ってると。 で、そのタージュハール出身の男の子は一生そこで過ごすんで、他の仕事を一切する必要もないし、他の技術も覚える必要ない。っていう形で、ずっとそれが永遠に続くっていう、その一族と、それをそのメンテナンスするタージマハールっていうのがあるので、その日本みたいには、その失業してからじゃあ新しい仕事とか、じゃあそのなんかクーラーの効いた家に住みたいよねってならないんですよね。 っていうその伝統が続いてるので、インドっていう国は昔からずっと発展し続けてるんですよ。その発展っていうのが何かにもよるんですけど、っていうのがあるので、その先進国みたいになってないから、インドは良くないっていう考え方自体が間違ってると思って、インドは、今、その昔から続いたインドが最適化された形で、それがずっと永続させるにはどうすればいいだろうっていう形のシステムを作ってるんですよ。あの、多分500年後ぐらいって、日本の神社半分以下になってると思うんですよね。 あの、神社っていう建物、日本中に今でも多分2000個ぐらいあると思うんですけど、あの、壊れたらもう直せないとこがほとんどなんですよ。その神社を直すための大工さんっていうのが、まずそもそも少ないのと、なり手も少ないので、で、結果としてそのなんか日光東照宮みたいなところはちゃんとその職人さんが直すんですけど、その地方の神社とかってもう直せる人いないんですよ。要はあの、忙しすぎるのと、直せる人がいないので、 もう朽ちたら終わり、燃えたら終わりっていうのがあって、で、あの、外国人がなぜか神社に火をつけるっていうブームがなんか何年か前にあって、か外国人の人が日本に来て神社に火つけて燃えて、で、もう直せないからそのまんまっていうところが何個かあるんですよ。で、伊勢神宮っていうのが、あの、50年に一回新しいものを作る。で、古い方を壊すっていうのをやってるんですよ。だからその、昔からある建物なんだから、それそのまま残した方がいいじゃんっていうのが、あの、 先進国の考え方なんですけど、伊勢神宮の人って、その職人さんが死滅したらもう治らないから、50年ごとに新しいものを作ると。なので、その60歳ぐらいの当領が10代の子にやり方を教えて伊勢神宮を作るんですよ。で、10代の子が50年後60代になったら、当領として10代の子にこうやって伊勢神宮を作るんだよっていうのを教えて、新しい伊勢神宮を作るんですよ。 で、その10代がまた60歳になった時に教えるっていうので、50年ごとに作り方を教えるっていうのをやることで、伊勢神宮は長期的に残り続けるっていうのをやってるんですよね。なので、その木造建築ってそういう形で残さず、20年だっけごめん、20年だろ。<laughs> 嘘ついた。ごめんなさい。なので、その10代の子が30代になった時に、あの、60歳の人に東領に聞いて、30代で現場としてやって、10代の子に教えるっていう形で。はい、嘘つきました。すいません。 っていう感じで、その、あくまで壊すことで、新しい職人さんが経験を積んで、ずっとそれを永続させるっていうのをやってるんですよね。なので、その、インドもそうやってるし、その、伊勢神宮もそういう形でやってるんですけど、残念ながらその、他の神社っていうのは、そこまでの職人社会なので多分なくなりますと。 なんでその先進国の生き方が正しいのか先進国のやり方っていうのが普及するのがいいことかっていうと僕はそうはなくてその昔ながらのものを残すためには昔ながらのものを残す形で人をどうその同じ仕事をやってもらうかでそこの子孫も含めてやってもらうかっていう構造を作らないとそれが維持できないっていうのがあるのでなのでなんかあのインドが変わらないのが良くないというふうに僕は思わないですよというのを長い話にしましたはい。 えー、現在4年生の大学で映画制作を専攻しています。1年生です。コミュニケーション能力がなさすぎるのと、人と関わるとメンタルがすぐ病んでしまう性格で、将来現場に出るときにうまくやれる気がしないです。映画を作ることに興味があって、今の学科に入ったのですが、いざ実習とかになると、っと何かを一緒にやることの壁が高すぎて克服できる気がしません。最近になってものづ作りの世界を意外と大会化なのに気づきました。コミュニケーション無でもこの世界でやってこうはありますかありません。えっと、彼にやるとすると、あの、新海誠さんみたいに、一人で作るっていう。 その要は、全部一人でやって作って、こいつすげえやっていう評価になった後に、じゃあスタッフが来るっていうパターンだと思うんですけど、基本的にはものづくりってコミュニケーション能力がないと、あの、全部一人で作らせたら終えないんですよ。でも、声優さんがいたりとか、じゃあその、絵描いたとしても背景は別の人が描くっていうのはアニメとかでもあるんですけど、っていうのがあって、その、本当に一人で全部作るって、なかなか難しいんで、コミュニケーション能力を磨いた方が、仕事にはなりやすいんですよ。 要はその他人が作るものを手助けすると給料っていう形でお金がもらえたりするので、それでそのものづくりの経験だったり他人の使い方っていうのを勉強できるんですけど、まだあの新海誠さんももともとあのエロゲーの動画とか作ってたんですよね。 あの新海誠エロゲーで検索すると、昔のその、あの、いろんなエロゲーの動画が出てくるんですけど、で、あの人もその食えないうちは、そのエロゲーの動画を作るっていうので、お金をもらって、そのエロゲー会社の発注を受けて、そのなんかこういうエロいキャラなんだけど、あのなんかオシャレな感じの動画を作ってって言われて、別かりましたって言って作るみたいなことをやった経験で、綺麗な映像を作る能力っていうのを手に入れたんですよ。その給料で食ってね。 で、その結果、その、じゃあもう俺、英語芸の動画なんか作んないぜ、全部好きな映画作るぜっていうので、一人でコツコツと映像を作って、で、その初めて一人で作ったものっていうのが割と世間で受けたので、じゃあこの人優秀じゃんっていうので、スポンサーがついて、で、あの、ま、あの、君の名は、みたいな映画を作れるようになりましたっていうのがあったりするので、なので、一人で作る能力を作るためにも、やっぱり最初はコミュニケーション能力が必要なんじゃないかなと思ったりします。 というわけで肉を焼くのでそろそろ終わりますっていうのを、えっ、ー、と、あの、16ユーロで買った肉を、えっ、ー、と、3時ぐらいから5十六6 9度で温めてるので、多分六6時間ぐらい温まっていて、そろそろご飯が炊けたので肉を焼きなさい。